せず7試合柿沼がマスクをかぶっていました。ピッチャーは岩下です。さあ今日はオーダーメンバーを少し変えてきました井口監督です。一方のバファローズ、こちらはメンバー的にはほぼ変わらないんですが、福田宗の 1,2 番です。吉田、杉本、T 岡田の3番、4番、5番です。 T 岡田5番に戻ってきました。今日は6番に足立、ラベロが7番に打順下げています。8番にはショートの紅林、ラストバッター今日はキャッチャー若月がマスクをかぶります。山崎総一郎が今日は先発のマウンド、今シーズン8回山崎も先発のマウンドがあるんですが、その中で4試合伏見、4試合若月というところで、まあ、千葉でのプロ初勝利の時は、伏見がマスクをかぶって、この前その後の札幌ドームでの、6回無失点の好投、あの時は若月がリードしたというゲームでもありました。まあとりあえず、はい、まず立ち上がりですよね、まあ、どれぐらいストライク投げれるかっていう、あ、そうですね、ちょっと悪いと引っかかる球が、ね、はい、多かったんですけどね、今だいぶそれも多分修正できてるんじゃないかなと思いますけど ね、はい、シーズン の終盤が星さんいい形と終わりましたもん ね、 いや本当それは非常に大きな、ね、はい、財産になっていると思いますけど、ね、はい、さあ迎えて第3戦です。まあ、ここまでは小川さん、このピッチャー陣が頑張る中でバファローズが連勝してきたわけなんですが、はい、今日のこのゲームを分けるポイントは小川さん、どのあたりにあるとお考えですか。まあ、はい、やっぱり ね、ピッチャーの出来というのもあると思うんですけど、ね、やっぱり僕は野手なんでね、野手出身なんでね、はい、やっぱり打線でしょう ね、 なるほどね、いかにこう普段通りの、ね、役割を果たしてね、はい、うまくつながっていったチームがね、やっぱり今日はね勝てるんじゃないかなと思うんですけど ね、 いやそうですよね。小川さんもベイスターズではね、クライマックスの経験もありで、その時はコーチとしてね、はい、ベンチでこの打つ方を見ていらっしゃったわけなんですが、はい、やっぱりこうレギュラーシーズンとこの短期決戦とは随分違うわけですね。違いますね、やっぱりこうなんていうのかな、ワンプレーで、ね、流れが変わってしまうというかね、はい、結構その流れを引き戻そうとしてもなかなかね、戻らないんですよね、でもう短期決戦なんでね、はい、すぐ終わってしまうというかね、そういった意味ではね、やはりミスはね、なかなかできないです、はい、そうですね、はい、さあ守るバファローズ守備陣です。山崎総一郎、若月健也のバッテリーです。ファースト T 岡田、セカンド足立、サードは宗、紅林がショートストップ、外野は左からラベロ、福田、杉本、 DH に吉田です。さあ背番号63番がこの後マウンドに向かっていきます。山崎総一郎5年目、2019年には肘を痛めてトミー・ジョン手術を受けました。あの2年前の手術後ということから考えて、2年後に自分がポストシーズンのマウンドに立っているとは想像もできませんでしたと話します、その山崎総一郎です。いや、そうですね、はい、まあ、でもね、僕入ってきた時はいたんですけど、はい、非常にやっぱりまっすぐはね、見ての通り背が高いですし、ね、角度が非常にあるいいまっすぐを投げているなという印象はありましたね。今シーズンが5年目のピッチャーですから、小川さん、はい、山本由伸投手とまあ同期同級生ということになりますもんね。そうなんですよね、はい、そういう意味でね、本人もね、よしやってやるぞっていう、そういう企業じゃないでしょうかね。まあ、大前さん、はい、どうぞ。はい、大前さん、山崎投手に昨日話伺ったんですけれども、もう由伸が初戦にえぐい、はい、えげつないピッチングをしてくれて、みんなイケイケになっているので、はい、自分もそこに乗っていきたいということでした。まあ、高山さんからは小さくなるなと言われているんですけれども、はいはい、注目してほしいのは立ち上がりの初球、先頭バッターに対する1球、今日は調子が自分はいいんだぞというところをマリンズに見せたいので、そういう1球を投げたいと話していました。なるほどね。今日の両チームのベンチ情報担当は中島玄也アナウンサーです。その山崎、まあ、今の言葉にもあったように星野さん、まずはその立ち上がりですね、はい、まあ、でも冷静に分析できてますね、はい、いいんじゃないでしょうかね、うん、はい、まあ、思い切っていくぞという意気込みが、はい、まあ、あとは空回りだけかなという感じですかね。まあ、それとこの左バッターへの被打率が高いということもあって、まあ、今日左バッターも、ね、多く使ってきましたからね、マリンズ ね、 ね、はい、だから、まあ、マリンズとしたらこの2番の和田選手がどういう機能を果たしてくれるかっていうのは非常に大きなポイントになるんじゃないかなと思いますね。和田を2番に使ってきて角中を5番に入れてきました、さあその山崎の初球
インコース高めのボール151キロ外れました。まあ、自分の場合は細かいコントロールというよりもやっぱりこの球の強さ、そうですね、はい、角度、角度とね、外のスライダーです。ライトへ詰まっています。ライト杉本落下点、荻野はライトフライでワンアウト。まあ、ですからあの山崎本人もある程度そのストライクゾーンの中で強いボールで勝負したいという話もしていましたね。そうですね、今の感じでいいんじゃないでしょうかね、はい。まあ、それがあと結果がどうなっていくかというところだと思うんですけどね、はい。和田幸郎、さあ2番の和田です。先頭バッター荻野はライトフライ。まあ、今シーズンのこのパリーグの盗塁王が盗塁の数が24個なんですが、まあ、そこに荻野、この和田、あとは源田と西川が4人並びました。うん、ただ和田選手の場合はあの ほぼ代走ですもんね。そうね、そこでの24盗塁ですからね。だから確実にセーフになっていかないとやっぱ盗塁は取れないですよね。はい、急にまっすぐ。なんか遅れてますね、はい、スイングはね。和田選手のスタメンというのは10月9日のレギュラーシーズンファイター戦以来です。内側のまっすぐ振っていきますがファウルボールです。はセンターの前ですが福田落下点、今最後フォークですかね。フォークですね、はい、ね、高めには行ったんですがここは少し和田もタイミング外されました。だから、はい、この和田選手みたいなバッターはこのフライ上げてくれた方が楽ですよ ね。 そうですね、ゴロの方は嫌ですよね、はい。1回の表マリーンズ1番の荻野2番の和田幸四郎が倒れました。ツーアウト、バッターボス3番中村翔吾。初球インサイド低めいっぱいです。2球目はアウトコースの変化球が外れました。1回の表マリーンズの攻撃。まあ、僕の場合はとにかくこの緊張してしまうタイプなのでという話を山崎はしていたんですが、はい、まあ、でもみんな緊張しますよ ね、はい、ね、まあ、それをなるべく見せないようにというかね、うん、みんなだから立ち上がりやっぱり緊張、まあ、どんなピッチャーでも緊張すると思いますよ、はい。インハイのボールが外れてボール先行の 3-1 です。3番の中村翔吾に対してはボール先行です。山崎若月のバッテリーです。ここはまっすぐ決まってボールカウント 3-2 フルカウント。ストレートを振っていく三遊間真ん中割っていきました。ここはしっかりと捉えたのは中村翔吾。ツーアウトランナーは一塁です。まあ、でも今のもね、はい、まっすぐしかないっていうところでの、ね、ゴロのヒットですからね、はい。まあ、こういうのはいいんじゃないでしょうかね。スリーツーからまっすぐできましたバッテリー。そのボールを中村がしっかり捉えています。背番号54ブランドン・レア。ツーアウトランナーは一塁です。さあランナーが出て4番のレアードを迎えます。
初球まずはアウトコース、ちょっとこう変化球があんまりストライク入らないので、はい、まあ、バッターとしたらやっぱりまっすぐ一本になってくるので、うん、まあ、そこで押し込めるかどうかですよね。なるほどね、はい、この1点をつかみ取るというのがマリーンズのスローガン。ここでフォークボールを落としてきました。もうまっすぐ一本ですもんね。あ、今スライダーなんですね。はい、まあ、本人はこのスライダーは一軍のマウンドに上がる前まではほとんど使っていなかったそうなんですが、あんまりイメージなかったですけどね、はい、それをまあだんだんこの一軍のマウンドを経験していく中で、投げていく中でだんだん感じつかめてきましたという話をしています。外のストレート、アウトローいっぱいのボールが外れます。悪くないですけどね、はい、球もね。三塁がダグアウト前では岩下キャッチボールを始めています。マリーンズ、さあここはボール先行で三塁線ファウルボール、これで 2-2 になります。4番レアード、今日は中村レアード角中といった3番4番5番のクリーンアップを組んできました井口監督。まあ、1戦目2戦目からは随分メンバー打順変えてきました。さあカウント 2-2、 一塁牽制球です。ランナー中村、若月の際にうなずいてランナーに目をやって何を持ってきますか。打ち上げてバックネット越えます。少しボールは真ん中高めに来たんですがね、スライダーを抜けたやつですかね。そうですね、若月のミットはアウトコースにあったんですが、まあ、危ない球ですけど、はい、まあ、でもこれぐらい大胆でいいんじゃないでしょうかね。さあ 2-2、 レアードに対して6球目、ここでカーブを持ってくる。いいとこですけどね、今のちょっと高いのかな。今日使ってなかったボールですもん ね、 そうですね、少し高いかという球です。フルカウント、さあ 3-2、 7球目、山本由伸の時のね、はい、初回のカーブ ありましたねみたいな感じでしたけどね、ランナースタート切ってきます。これもファウルボールはバックネット。さあ初回球数は20球超えてきました山崎総一郎です。まあ、ただちょっとね変化球が高いんでね、ちょっと危ないなという感じですけど、はい、でもバッターのイメージはまっすぐが来るっていうイメージでは打ってるような感じはするんですけどね、はい、スリーツー落としてくるか、外スライダーでしょうか、どっちでしょうか ね、落ちるか曲げるかという感じのボールではありましたが、スイングアウト三振、見ましょう、スライダーですね、小さなスライダー、まあ、カット系のボールに近いんでしょうけども、レアード三振で3アウト。まずは初回山崎総一郎ランナー背負ったんですが0点に抑えています。小川さんは山崎のピッチング立ち上がりどうご覧になりました。いや、まっすぐ自体はいいと思うんですが、はい、やはり変化球ですよね、はい、スライダーがやっぱり思ったように操れてないんですよね。その球を結構そのロッテバッターがですね、はい、ちょっとこう強引に来せすぎてカウントを与えてしまってるなっていう感じがしました、はい、ただ最後はいいとこ決まったと思うんですよ。そうですね、はい、であとはやっぱりこう冷静にバッターがね向かうことだと思いますね、うん、やっぱりこう見送るっていうかね、その見逃すとこは見逃さないと、うん、ピッチャーを助けてしまうんで、はいはい、やっぱりこう高めのボール球でも振りすぎですよ ね、まあ、細かく言えばですよ、はい、ただやっぱりこの、ね、立ち上がりで投手もこう、まあ、なんとか、ね、ゼロに抑えたんでね、うん、はい、そういった意味で、ね、2回の、ね、その投球に、ね、期待できますよね。そうですね、はい、
さあこの後守りにつきますマーリンズ守備陣です。岩下と柿沼のバッテリーです。レアードがファースト、中村翔吾セカンドです。サード藤岡、エチバリアがショートストップ、外野は和田を中心に、左に荻野、右には角中、マーティンが DH。 さあ岩下、まあ、今シーズンはレギュラーシーズンは23試合に登板して、まあ、そのうち先発が21試合、シーズン最後の2試合は救援登板でした。まあ、8勝8敗という数字、まあ、これは岩下自身にとってはこの8勝というのはキャリアハイではあるんですが、まあ、今シーズンは対オリックスは3試合に登板しています。ご覧のように2勝負けなし、対戦防御率も 2.45 です。被打率も1割3分6厘という対バファローズ。でも今見てるとだいたい100球手前で交代してます ね、はい、だからそこの球数がちょっと目処になるのかなという感じですよね。まあ、この岩下は右バッターに打たれているというデータもあります。ただオリックスの場合は1番2番3番左バッター並びます。今日は滝沼がマスク、加藤はベンチスタート。1番の福田周平です。このクライマックスはここまでは8打数の1安打ヒット1本。3球目ここはまっすぐ決まってボールカウント2ボール1ストライクです。やっぱりこの1、はい、2番が出るとね、ちょっと大量点っていうのもなんか見えてくるのかなという感じがしますけど、はい、昨日も抑えられてますよね。そうですね、はい、低め外れてこれで3番です。もう負けられないマリーンズ、先発を託されましたのは岩下。その立ち上がり5球目ここは決まって3-2、フルカウント1球、福田も見ました。今シーズン福田は対岩下は5打数の1安打。3-2、6球目ライトの左ですが角中ボールを抑えています。ワンアウト。昨日の1打席目も、ね、はい、いい当たりだったんですけどね、ちょっとツキがない感じですね。あのこのシリーズあのいい当たりはあるんですが、結構正面つくんですよね。角中ボールを取っています。ワンアウト。スリーツーまで行ったんですが岩下レース まずはここは一つアウトを取っています。2番の宗、宗もこのファイナルに入って2試合でヒット1本です。初球膝元のボールがわずかに外れました。初回マリーンズは2アウトの後中村翔吾のヒットが出たんですが、レアード三振で3アウト。初回0点でした。2球目膝元、内側ボールが変化しています。ボールカウント1ボール1ストライク。まあ、今シーズンこの宗が対岩下はご覧のように6打数ノーヒット三振2つ。そうですか、はい、高いバウンドセカンド中村一塁に送る、間に合ったアウト。2アウトランナーはありません。まあ、バファローズも、まあ、この2戦だけ見ましても小川さん、ここまではなかなかこう1番2番が機能していないんですよね。そうですね、まあ、でも一つのきっかけでですね、はい、ヒットとか、ね、内野安打だとか出ればね、うん、はい、やっぱりね普段の力出ますよ、はい、ただまあそのきっかけがね、うん、福田選手もねいい当たりしてるんで正面行くじゃないですか、はい、やっぱり少しずつポイントがね差し込まれたり前行ったりしてるんですよね、はい、さあ吉田初球打って打ち上げてレフト後方ですが伸びがありません。レフト荻野落下点です。ボールを抑えて3アウト。初回バファローズは三者凡退0点、岩下が三者凡退に抑えて0点に抑えています。ゲームは1回終わって両チーム無得点です。
このシリーズは京セラドーム大阪上限は1万8000人という観衆、その中で初戦が1万7915人、昨日が1万7913人と、もう上限いっぱいのファンが集まっています、まあ、ようやく小川さん、この内外野の上段席も開放されましたもんね。そうですね、お客さんがたくさん入って、はい、あとね、こうね、声を出して、ね、声援できればまたいいんですが ね、 そうなんですよね、まあ、今しょうがないんですけど、はい、でも本当にね、これだけね、お客さん入っててね、本当に、ね、はい、喜び感じますよね。そうですね、はい、さあ、山崎は初回は0点に抑えたんですが、まあ、この対左バッター対右バッターでいうと、まあ、左バッターに打たれているというデータが残っています。まあ、そういうこともあって今日はこの角中を5番に使ってきました井口監督。ゲームは2回です。初球アウトロー、ボール決まっています。角中は今シーズン対山崎颯一郎は5打数の2安打。おー、いい配球、いいですね、外打ちときました、しっかりコントロールされてますよね、まあ、角中選手はね、ここからですけどね、はい、ここから粘ってきますよね。そうですね、追い込んで、追い込まれますとバットをさらに短く持ってノーステップで振ってきます、ね、角中、足を開いて ね沈んできますから ねこのスタンスです。グッドポイントも近くなりますね。そうですね、はい、ストレート振っていきますが三塁側ファールボールです。角中選手も今シーズンがもう15年目のシーズンです。あ、でも実績はね、十分ですから、三遊間の当たり、レフトに抜けていく。ここは変化球を逆方向に持っていきました。さあ、5番角中起用が当たって先頭バッターヒット。ここでカーブ、でもこれあんまりね、はい、タイミング狂ってないですよね、はい、さあ、角中が先頭バッターで出ました。マリーンズは2本目のヒット。まあ、ここでやっぱりマーティン、エチバリアがどういうバッティングするかですね、ということですね、はい、先ほどは打順6番に下がったマーティンです。初球アウトコースいっぱいのボールがわずかに外れました。まあ、でもここはでもあれですもんね、はい、細かい作戦はないですからね、もうバッター任せになるんで、はい、もうあとはもうこの外国人2人に任すって感じになってきますよね、はい、これもいいボールなんですが、いいとこですけど ね1球2球際どいコースが外れました。でも確実に立ち上がりよりはこう狙ったところにある程度こう行ってるのかなという感じがしますけどね、はい、さあ、ここはランナー1塁ノーアウトという場面でバッターマーティン、ボールが2球先行しています。山崎颯一郎、3球目、ここもまっすぐ。大前さん、はい、あのマーティン選手がファイナルに来てからヒットが出てませんよね、はい、そのことについて伏見選手に聞いたんですけれども、マーティンを完全に封じ込めることができたのがこの2勝の最大の要因といっても過言ではないと話していました。やはり足が痛いのは見ていても分かりますし、以前のような粘りはないんですが、それでも投手陣と若月と、首脳陣とスコアラーみんなで研究した成果がここまでは出ていると捉えていると話していました。なるほど、まあ、ここまでは
マーティンはこのファイナルステージの8打数ノーヒット。高めのまっすぐ。あそこ手を出しますよね、マーティンね。ただその2ボールからの1個今ファール打ったやつを、うん、はい、調子いい時だったら、ね、あの仕留められてたはずなんですけどね、はい、あのファーストステージ第2戦では中盤にイーグルスの酒井からライトへ特大の一発を放っています。マーティン、いい当たりだ、ライト正面を突く、角度がついていればという打球でした。ライトライナー、ここはマーティンも捉えたんですが、捉えましたけどね、はい、当たりは痛烈でした。今のバッティング、外低めのボールなんですが引っ張ってライトの杉本、ダイレクトボールを取っています。小川さんは今のバッティングどうご覧になりました？いや、はい、ローボールヒッターなんですよ、僕はそう思ってるんですよね、だから一番こうバットが強く振れるゾーンに来たんで、はい、うん、ああいう当たりになったと思いますね。高めやっぱり先ほど見た金振りが多くなるんじゃないかなっていう、ね、感じがします。はい、バッターエチェバリア、初球カーブが外れます。でも今のアウト大きいですね、はい、ワンアウトランナーは一塁です。このエチェバリアはあのファーストステージの初戦です。これも終盤8回、松井裕樹から同点のホームラン、もう完璧でしたよね、綺麗、ね、はい、なホームランでした。その前あのまっすぐ合ってなくてね、そうです ね、はい、2球目のまっすぐを完璧に捉えました、ね、松井投手もだいぶ手応えはあったと思うんですよね、まっすぐにね。2球目強振していきますがファールボールです。1回に続いてこの2回もランナーを背負っています山崎総一郎。ワンアウトランナーは1塁、ライトへ右中間だ、ライトの杉本、今一つボール伸びがありません、ボールを取る、これで2アウト。先頭バッター角中ヒットの後はマーティン、エチェバリア倒れました、2アウト。サードベース今のバッティング、逆方向に持っていったんですか、まあ、やはりあれですね、はい、こうワンアウト取られてランナーが進まない、ツーアウト取られてランナー進まない、はい、やっぱりそういった意味でこう打線につながりというか、そのランナーが進んでいかないですよね、ワンアウトで。だからやっぱりこうムードというかね、ちょっと重くなってきますよ ね、 ね、雰囲気が、はい、ツーアウトランナーは一塁です。バッターは藤岡、初球アウトコース、この回先頭角中レフト前ヒット、ランナー先頭バッター出たんですが、マーティン、エチェバリアともにライトフライで2アウト。アウトコースストレート、さあここも藤岡に対してはバッテリーボールが先行しています。若月がね、はい、まあ、多分今思い切ってこいよみたいな感じだと思うんですけどね、はい、ランナー走って打っていく、打球はレフト後方、ラベロ下がって落下点、ボールを取る、3アウト。今角中はスタートを切ってきたんですが、藤岡レフトフライ、3アウト。2回の表マーリーンズランナー出したんですが後続ありませんでした。山崎が踏ん張っています。ゲームは2回の表を終わっています。
一塁側ダグアウト、今日先発の山崎総一郎、まあ、1回2回とランナー背負ってはいるんですが0点に抑えています。まあ、2回は星野さん先頭バッターにヒット許したんですかね、はい、そうですね、まあ、マーティンの当たりがもし抜けてると嫌な感じでしたけど、はい、アウトは非常に大きかったですよね。あ、なるほどね。さあ、ラオウ勘弁してというのは、まあ、これはもうマリーンファン心の叫びなんでしょうけども、昨日の一発、まあ、とにかくレギュラーシーズンでも対マリーンズ戦は4割3分のアベレージ、ホームラン13本、打点23という杉本。ファンからしたら、はい、またやられたかっていう感じですよ ね。その杉本が先頭バッターの2回のバファローズの攻撃です。まあ、初戦第1戦はヒットがなかったんですが、昨日は3安打うち1本がホームランです。まあ、ご覧の数字が対マリーンズ今シーズン、初球アウトコースいいボールなんですがわずかに外れました。大前さん、はい、杉本選手昨日のホームラン狙ってなかったそうです。軽く振ることを意識したらホームランになったそうです。はい、昨日吉田選手と一緒に昇天ポーズやりましたけれども、はい、ファンを盛り上げるために試合前に一緒にやろうと示しを合わせていました。そうですか。はい、あの他にも一緒にツーランホームランでホームインした選手と一緒にやるなど、うん、他の人を動員するなどあのいろいろパターン考えているそうなので、はい、あの昇天ポーズ軍団の増殖を予告してましたね。あ、そうですか。昨日最後宗選手の勝利加わってましたからね。そうですね、はい、あれは勝手に入ったものだと思います。あ、そうですか。はい、1球2球ボール、3球目、まあ、今の攻め方見ましても星田さん相当バッテリー警戒してますよね。はい、いやもうめちゃくちゃ慎重に行ってますよね。今日はスタメンマスター滝沼です。スリーボール、これはアウトコースいっぱいです。ボールカウント3ワンです。杉本を出したとしてもこの、まあ、ティーも当たってますからね。はい、つながりはどんどん出てくる打線なので、ね、杉本がフォアボールでも面白いですからね。5球目外の変化球、ここは狙っていったんですが3ツーです。フルカウント、ゲームは2回です。アウトコースいっぱい、これはいいボール、153キロ、バットが出ませんでした。3ボールの後三振です。いや最後もナイスボールでしたね。いいボール来ました。アウトローいっぱいですね。滝沼のミットがもうほとんど動きませんでした。素晴らしいボールです。まずは先頭バッター杉本は見逃しの三振でワンアウト。2回のバファローズの攻撃、バッターボックスには T 岡田が入ります。5番です。アウトコースのボール、バットが空を切っています。ご覧のような守備体系、エチェバリアがセカンドキャンバスの左後ろに守っています。3塁は森脇コーチ。ここで低めのボール球、バットが出ました。このフォークボールです。まあ、バッターからすれば小川さん、この岩下投手の場合はあのフォークボールのイメージ当然あるでしょうからね。そうなんですよね。はい、やっぱり低めにね、まっすぐがね結構勢いよくいってるじゃないですか。はい、その軌道で落ちるんでやっぱバッターが反応するんですよね。あ、そうですね。はい、だからやっぱり5回、100球前後になるとやっぱりそれが浮いてきたところをねやっぱり仕留められるというかね、やっぱそのキレがなくなると、うん、どうしてもこう長打とかね連打を食らうっていう感じなのかなと思いますね。はい、だから今のところは本当に飛ばしてるというか、はい、まっすぐの勢いもあるし、そのフォークのキレもいいですよ。そうですよね。はい、この
この回は杉本、T 岡田連続三振、杉本はまっすぐ見逃し三振、 T 岡田はフォークボール、バットが空を切っています。スイングアウトの三振でツーアウト。まあ、打線から言ったらツーアウト取られてこれからですよね、はい、やっぱりこう球数を、ね、追い込まれたらいかに、ね、放らすかということも、ね、大事になってくると思うんですよね、はい、まだこれ初回も10球だけしか投げてませんから、今のボールがこの試合の21球目でした。岩下だピッチャーも多分自分の長所というかね、はい、分かってると思うんですよ、長所と短所というのも、ね、はい、だからそういった意味ではやっぱりあまりこう球数をかけずにやっぱりどん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 いきたいんでしょうね、うん、はい、今日は足立が打順6番に上がってラベロが7番です。センターへ打ち返してセンター和田がゆっくり下がっていきます。落下点ボールを取ってスリーアウト、足立はセンターフライです。この2回もバファローズは三者凡退0点、岩下がしっかり抑えています。ゲームは2回終わって両チーム無得点です。金曜日のナイトゲームです。パリーグのクライマックスシリーズのファイナルステージ、バファローズ対マリーンズの第3戦です。星野信之さんと小川博文さんのダブル解説でお送りしています。2回終わって両チーム無得点、今日はこの山崎と岩下の投げ合いで始まっています。3回の表マリーンズの攻撃を迎えようとしています。この回は先頭バッター9番の柿沼です。まあ、1戦目2戦目は加藤がマスクをかぶったんですが、今日柿沼初球はまずは高めのまっすぐ外れました。2球目を振っていきますが、バックネットを越えていきます。ファウルボールにはくれぐれもお気をつけください。あそこの高めのところは結構みんな振るんですけど、ファールになりますよね、はい、だから甘い球も多いんですけどね、うん、山崎もね。ただまだゲーム序盤ですから、ボールに勢いがあるわけですね。そうですね、はい、だからカウントボール1からでもまっすぐのサインも出ますしね、若月からね。打ち上げて内野フライです。高く上がりました。ファーストの T 岡田が出ます。ワンアウト。まあ、今なんかでも小川さん、これバッター有利なカウント、バッティングカウントでまっすぐ狙っていったと思うんですかね。そうですよね、はい、やっぱりこう勢いというか、ね、はい、そういうものに負けてるんですよね、だそうした時にバッターがどう考えるかですよね、うん、少し振り上げるんじゃなくてボールの上を叩く意識だとか、はい、少しこう抑え気味に打っていくというかね、はい、ちょっとそういう工夫がしていかないと、はい、このままずっといきますよ、うんうん、打順が1番に帰って荻野、まあ、荻野は今シーズン、まあ、盗塁の数は24個で盗塁王ということをご紹介したんですが、レギュラーシーズンはヒットの数は169本、リーグ最多安打です。まあ、マリーンズにとりましても星野さん、この荻野がシーズンを全うできたというのも大きいですね。そうですね、ゾーンっていうのがね、はい、それは広くなっているというか、ね、どこ投げても詰まってもヒットになるし、はい、っていうところですよね。
ここはカウント 2-2 です。さあここは2巡目の打順に対していきます。山崎総一郎、5球目ストレート振っていきますが、ファウルボールは一塁側。今のストレートが153キロ、今日の最速タイです。いいまっすぐですね、はい、すごく力が伝わっていると思いますね、はい、ここはまっすぐ高めに外れてボールカウントは 3-2 です。フルカウント7球目ストレート打ってピッチャーのグラブを弾いて、これはセンターに抜けませんが、セカンドが足立追いかけますが取れません、まあ、今のピッチャーも取れないとヒットコースです。そうですね、はい、ピッチャーゴロという打球ではあったんですが、まあ、取れませんでした山崎、まあ、あれで弾いた時点で内野安打という感じですね。しかもバッターランナー荻野貴司俊足です。さあワンアウトランナーは一塁、ランナー出て上位打線です、まあ、ここで和田選手がどういうふうなことをするか。そうですね、さっきの打撃見ているとまっすぐも振り遅れてるんで、はい、それこそセーフティーとかね、なんかそういうこともあるのかなという感じがしますけどね、はい、初球打ってレフトへ打球伸びていってラベル追っていって、さあこれ長打になるか、フェアです。大きな三塁キャンバスを回って止まった。すみません失礼しました。いやここは和田がつなぎました。二塁三塁ツーベース。いや1打席目見たらまっすぐね、はい、だいぶ振り遅れてたんで、まあ、バッテリーもそう思ったんじゃないかなと思うんですけどね。ただアウトコースと高めのボールを逆方向に持っていきました。和田光志郎。いやでも1打席見てたらそう思いますよね、うん、かなり遅れてましたもんね、はい、ただやっぱりこう2打席目になってねちょっと修正したんじゃないですかね、やっぱりちょっとタイミング早めるとかね、はいはい、でもまっすぐ1本で待ってたんですけど、やっぱりうまく打ち返しましたよね。さあここは荻野、和田と連続ヒット、高山コーチがマウンドに行きます。3番中村を迎えるシーンです。もしかしたらベンチも早めの継投みたいなのを考えているかもわかりません。そうですね、マリーズ3回の表、さあこの回は大きなチャンス、ここまでヒット4本放っています。内野はバックホーム体制を取っています。初球まずはアウトコース、遠くボールが外れます。さあ和田がツーベースでつないでランナー二塁三塁です。3回の表マリーンズの攻撃、先制のチャンス、打ち上げて高く上がって、さあ打球はレフトのラベロが取ってランナースタートを切る、ボールはバックホームされますがホームイン、1点先制マリーンズ。中村翔吾センターへ、レフトへの犠牲フライ、1点先制です。荻野がホームに帰ってきました。今のバッティング、外のボール、左中間、もうちょっとね、はい、浅いフライかなと思ったんですけど、これでグランドエア、まあなかなかやっぱりね荻野選手がそうですね、無理ですね、はい、でもこれで1点で止めておけば、はい、もう全然ね分かりませんから。さあ中村の犠牲フライでマリーンズ、このファイナルステージ初めての得点です。本当ですね、いい形でロッテどちら回ったんですけどね、本当はねつなげていきたいっていうところなんでしょうけどね、しかもランナー残って4番のレアード、チャンスは続きます。初球まずはアウトコース、スライダーが外れます。点先制、3回の表マリーンズ、もう負けられないマリーンズが今日は先制しています。1
2球目、ここはスイングはどうか、また止まっています。結構ねギリギリのところで止まったっていう感じですけど、はい、スイングって言われてもおかしくないぐらい出てましたけどね。あれピッチャーからしてみればやっぱ取ってほしいですよね。スイングでしょ。そうですよね。そうピッチャーからしたら完全に振ってるように見えるんですよね。さあレアードに対してボールが2球先行しました。バッテリー2アウトランナー2塁、1点先制のマリーン3回の表。アウトコース、スライダー、まあ、今のはボール先行の中で変化球をバッテリーが選択しました。ちょっとここはねあまり大胆にはちょっと行きづらいところですよね、はい、4球目レアードが見てこれで3ワンです。3回の表1点を失いました山崎総一郎。この後は今日ヒットの角中、さあ3-1の5球目です。このスライダーバットが出ました。今のちょっと歩かせてもいいかなっていうぐらいの、はいはい、若月 の、 あの構えてるところが ねボール球だったんですけどそれをうまく空振りさせましたよね、はい、さあそうなると3、2まで来るとまた状況変わってきますもんね。いやいやでも今もやっぱ一塁させてるんで、はいはい、あの甘くなるなよっていうことだと思うんですよ ね歩かしてもいいよっていうぐらいの、はい、外 いいところですけど ね今のもねレアードもバットを出していきました。ファウルボールです。フルカウント。3回の表ランナー二塁三塁から中村翔吾レフトへの犠牲フライで1点先制のマリーンズ。なおもランナーセカンドに和田光志郎俊足です。フルカウント 3-2 レアードに対して山崎は7球目。ここは叩きつけてフォークボールか。かなり手前でワンバウンド。さあここで交代ですね。フォアボールランナー2人を出して今中島監督も立ち上がってピッチャーの交代です。まあ、ランナー2人を残して山崎がマウンドを降ります。3回の表、まあ、ここで角中を迎える場面です。まあ、今日はこの小川さん山崎の場合も対左バッターというところで ね1つポイントという中で、はい、まあ、角中もヒットを打ちましたし和田もツーベースあれが効いてますよ ね、 そうですよね、だからそういった意味ではここはね、はい、まあ、あの1打席目に、ね、カーブを、ね、レフト前に打たれてますし、ね、はい、まあ、ここはねやっぱスパッとね、うん、ピッチャー変えましたね、はいはい、3回途中、まあ、球数は59球被安打4という内容。ただ僕はねこの内容的にもね、はい、本人はね、まあ、はい、悔しい思いしたと思うんですが、これはね彼にとってね今後ね大きくね成長につながるんじゃないかなっていう ね素晴らしい経験してると思うんですよね、はい、やっぱここでね学んだことをね、はい、やっぱ次に生かしてもらいたいですよね、はい、まあ、この回もあの荻野のピッチャーゴロのような当たりを取っていればという ねシーンもありましたもんね、はい、そういった意味ではですね、はい、やっぱりピッチャーもね9番の、はい、9番目の野手ということでね、はい、投げた後にね捕球体勢を取るだとかね、はい、まあ、そういうのもね細かいことなんですけど、まあ、一つの勉強になったんじゃないかなとは思います ね、はい、さあ山崎総一郎がベンチに下がりました。富山がマウンドに上がっています。いや結構早くから用意してましたね、はい、富山投手もね、シーズン中はもうちょっと後ろの方で、まあ、確かに投げてましたけどね。7回あたりに出てくるピッチャーなんですね。さあ富山、まあ、僕が思うにはおそらく、はい、和田選手に打たれた時にちょっとブルペンでは力入れ出したんじゃないかなという、はい、だからもう角中選手まで回ったら行くよっていう、
まあ、それで1回出てったんじゃないかなと思うね、はい、高山コーチがね。レギュラーシーズン、まあ、今シーズン51試合に登板しています富山、まあ、2勝1敗、まあ、シーズンの後半は星野さん、この人も勝ちパターンの系統に入ってましたもん ね、 そうですよね、まあ、思いっきりのいい、ね、投げっぷりしますからね、はい、背番号28番の星野さんがかつて、ね、いい背番号ですね、背負っていた背番号です。ちょっと球のスピードだけちょっと違いますけどね。あ、どっちが速いんですかね、うん、ね、まあ、明らかに、はい、分かると思います。でも気になりますね、あの、はい、自分がつけてた背番号、そうですよね、はい、さあランナー2人が出ました。マリーンズ1点先制してなおもチャンス。さあマリーンズからすればここは一気に畳みかけていきたい場面です。いや、そうなんですよね、はい、だからここで点数が入らないと、なんかそんなにいい雰囲気にはまだならないかなという感じがしますよね。先制点は取ったんですけどね、はい、この後はマーティン・エチェバリアと続くという打線でバッター角中、初球高めのボール球、少しボールが抜けました。まあね、初登板ですから、はい、ね、まあ、かなり力みはあるのかなという感じがしますけどね、初球ボール2球目、これも内側厳しいコース、ボール先行です。今日先発の山崎がもうマウンド降りています。3回2人目富山、ランナーを背負ってのマウンド、1球2球と少しボールが抜けました。3球目、ここは決まってボールカウント2ボール1ストライクです。序盤3回の表、マリーンズがランナー2塁3塁から中村奨吾レフトへの犠牲フライで1点先制、なおもランナー2塁1塁2アウト、バッター高中、富山が4球目、内側のボール、もうここまではまっすぐで攻めています。そうですね、はい、ただ若月がねちょっと外寄りを構えてるんですけど、はい、全部内、そうですね、内側ですね、はい、まあ、ただまだ力があるんでね、力勝ちしてますけどね、まあ、先ほども言いましたけどここからですよね、はい、中村選手はね、まあ、先ほどもあの2ストライクの後のヒットですもんね。そうですね、あのタイミングずれるかなと思ったんですけどね、カーブでね、はい、全くずれなかったんでね、2-2、5球目打っていく、ショート紅林取って2塁へ送る、間に合ってアウト。ここは紅林、この表情ですが、好プレー、いきましょう、ナイスプレーですね、ここ追いついて取って、その後セカンドへのトスも正確でした。スリーアウト、2者残塁、ここは軽くタッチをした富山と紅林です。3回しかしマリーンズが先制です。ランナー2塁3塁から中村奨吾レフトへの犠牲フライ、マリーンズが先制しています。
さあこのファイナルステージ、マリーンズのスコアボードに初めて得点が刻まれました。1点先制です。今日は打順を組み替えてきました井口監督、その中で和田選手がしっかりと仕事を果たしてチャンスメイク、その後この中村がレフトへの犠牲フライ、1点を取っています。さあ1回2回と0点に抑えています岩下、非常にいい立ち上がりですよ ね、 そうですね。ただオリックスもね、シーズン中でいくとこういう点差でずっとね、はい、ピッチャー我慢していくと後半絶対取ってるんでね、はい、オリックスはここからリリーフでつないでいって辛抱ですよね。そうですね。先頭バッターラベロ、昨日のゲームではヒットはありませんでしたが、第1戦はツーベースで1本です。2球目のフォークボールが決まっています。ライト方向に打球が上がってライト角中、少し下がって落下点です。ボールを抑えてワンアウト。先頭ラベロはライトフライです。非常にいいコースですね、はい、高さもいいですね、はい、さあ岩下先頭バッターを打ち取っています。ワンアウトランナーはありません。バッタープレバエシ、先ほどは守りで好プレーもありました。初球ストレート、このファイナルステージはまだヒットは出ていません。6打数ノーヒット。高卒2年目、これフォークボール、だいぶあのフォークボールが邪魔になりますよね。そうですね、さあ紅林は追い込まれました。本当にこの小川さん、フォークでカウント球として使ってきますし、はい、あの外のまっすぐをウィングショットにも、ね、投げてきますからね。そうですよね、はい、パターン的にはまず遠いところからカウントを整えて、そこから落とすというのがパターンでしょうね、はい、最後もここはバットが空を切っています。ただ思いのかあれですよね、やっぱまっすぐのキレが、ね、まだいいんで、ね、そうですね、だからどの球をやっぱ狙っていくかですよね、ただまあ、はい、これでまあ、選手で、まあ、9番まで行って次2回り目になるじゃないですか、はいはい、そこで大体バッターとしての今日の東投手のその球筋だとか、うん、まあ、そういう感覚ってみんなじゃあこうしたらこうしようかなっていう感覚になってくると思うので。なるほど、はい、はい、2アウトランナーありません。バッターは若月です。これもアウトコースいっぱい、決め決まるとね、はい、なかなかバッターも手は出しにくいですよね、はい、これもアウトローいっぱいのボールがマークに外れました。非常に状態いいですね。そうですね、あのアウトコースの出し入れっていうのをきちっとできてますから、はいはいね、あそこからやっぱ落とされると当たり損ねはピッチャーゴロです。スリーアウト。岩下が3回まではノーヒットピッチング、序盤3回終わっています。1対0マリーンズリード1点です。
パリーグのクライマックスシリーズファイナルステージ、バファローズ対マリーンズの第3戦です。星野信之さん、小川博文さん、お二方の解説でお送りしています。序盤3回終わって今日マリーンズが1点リード、バファローズ連勝で、バファローズが日本シリーズ進出に向けて王手をかけていますが、今日はマリーンズが先制しています。まあ、ただこれね、はい、この1点でずっとオリックスが粘ると、はい、僕はオリックスペースかなと思いますけどね。あ、まあ、これで追加点取られるとね、はい、まあ、当然ロッテのペースにはなってくると思うんですけどね。この回も富山がマウンドに上がっています。先頭バッターマーティンです。今日打順6番 DH のマーティン、初球インサイド、今マーティンがバントの構えを見せました。そうですね、はい、まあ、先ほどはいい当たりのライトライナー、落としてきましたが、ね、フォークボールですね、はい、富山投手のフォークはそれほどこう落差はないんですけど ね、 そうですね、はい、でもうまくね、タイミングも取れてますね。そうなんですよね、まあ、それだけやっぱりまっすぐ思い切ってやっぱり行ってますからね、はい、まあ、それと腕の振りが一緒なんで、はい、やっぱりこういう空振りになりますよね、相当いっぱいです。これはいいボール、ようやく外決まりましたね、はい、左バッターのね。ここまでは全部その左の外を狙ったボールがやや抜けてインコースに行ってましたもん ね、 ね、ちょっと危ないというかね、はい、あそこに投げれたら非常に幅が広がるという感じがしますね、はい、落としてきました。フォークボール、マーティン三振、まあ、最後のウィニングショットも素晴らしかったんですが、はい、その前のやっぱり星田さん、あの外のまっすぐも効いてますよね。そうですね、はい、だからやっぱり強い、はい、強い球で追い込んで、そうするとやっぱりあそこのボール球を振ってしまいますよね、はい、バッターエチェバリア、初球アウトコースにまっすぐ決まっています。井口監督は今日はマーティンとエチェバリアの打順を下げてきました。6番にマーティン、7番にエチェバリア、今日はただ2番に起用した和田が3回にはいいつなぎを見せました。ツーベース、ここはまっすぐ内側攻めてきました。バッテリーもうさっきの、ね、感覚は戻りましたね、はい、コースもね、はい、ね、今日先発は山崎総一郎、3回途中からこの富山がマウンドに上がっています。今度も内側低め、マーティン、エチェバリア連続三振でツーアウト。星田さんもその感覚戻ってきたという中で、はい、1球で随分こう変わるってことあるんですね。そうですね、はい、だから体がちょっとやっぱり力入ってて、はい、もっとね腰切らなきゃいけないんですけどね、左の外とかね投げるときに、はい、ちょっと体がまだ動いてなかったのかなっていう感じですけど、あの1球で、あ、これだなっていうのを掴めたんじゃないかなと思いますね。バッター藤岡、初球ワンバウント、今日最初のバッターボストレフトフライでした。
ここは富山が藤岡を追い込んでいます。スライダー、ここは落としてきましたが藤岡ボールを見てこれで 2-2 です。マウンド上のこの富山、バッターの藤岡、ともに社会人はトヨタ自動車の出身です。さあ 2-2、 いいボールなんですがちょっと低かったですかね、はい、やや低いかというね。そうですね、藤岡もよく見ています。フルカウント 3-2 になっています。6球目うまく打ったショートライナー、ほぼ正面でした。藤岡ショートライナー、この4回は富山が三者凡退に抑えています。マリーンズはこの試合初めての三者凡退。ゲームは4回の表終わって1-0、マリーンズが1点をリードしています。ゲームは中盤4回の裏、バファローズの攻撃。さあ序盤3回は小川さん、この岩下の前に完全にバファローズ抑え込まれていますけどね。そうですね、はい、投球内容としたら完璧ですよね、はい、そうですね、はい、思ったようにこうボールを操れてるなという感じがします、はい、ただ2回り目なんでね、はい、これですね、ここからだと思いますよ、はいはい、まあ、球数も34球できています。さあここからは打順は2回り目、1点ビハインドのバファローズです。1打席目、福田選手も、ね、はい、いい当たりしてるんで、はい、まあ、状態は悪くないんでね、この福田選手が出ると面白いんですけどね。初球まずはまっすぐ決まっています。150キロうまく打った、レフト前、これが初安打、先頭バッター出ました。さあ、福田、このシリーズ2本目のヒット、先頭バッターで出塁です。これで面白くなりましたよね、オリックス側はね、はい、今もこれフォークだと思うんですが、それを逆方向にうまく運んでいます。さあ1点差、先頭バッター出て打順は上位2巡目、どうしますかね、普通に打たすねえ、まあ、シーズン中はこういった場面でなかなかこのゲーム前半でバントというシーンはあまりありませんでした。ないですからね、はい、今までね、バッター2番のルネユーナ、ただここはでもバントあってもいいのかなと思うんですけどね、はい、吉田正尚もそう簡単に歩かせられないですね。そうですね、
ゲームは中盤4回です。マリーンズ1点リード。先頭バッター福田周平のヒット、ノーアウト1塁です。このゲームバファローズ初めてランナーを出しています。あ、バントの構えを今宗は見せました。ただこれシーズン中あんまりやってないので、はい、なかなかチャージもしづらいと思うんですよ、ね。でもケース的にはあってもいいかなと思いますよね、はい。サードの藤岡がバントに備えます。さあここはもう初めから宗はバントの構えです。バントする一塁線、うまいバント転がした。エアのボールを取る。ベースカバー中村入って送りバント成功。初球でバント決めてきました、宗優真。はい、チャージをかける中で一塁線うまく胸が転がしました。そうですね、はい、基本的にレアードに取らせたら、まあ、セカンドに投げることは多分ないですけどね、少々強くてもね、はい、見事なバントですね。さあランナー得点圏、ここからはクリーンナップ、まずは3番の吉田正尚。今日最初のバッターボックスは初球を打ってのレフトフライでした。まあ、レギュラーシーズンは得点圏打率は4割ありました。さあ同点のランナーはセカンド。ここもアウトコース、厳しいコースをついてきますが、わずかにボールは外れます。好投言いました、ね、はい、やっぱりね、調子はいいんですけども、やっぱり間違っちゃいけないっていうところですよね、はい、いい、まあまあのところは投げてるんですけどね。このファイナルステージで3番吉田が戻ってきました。3球目、ここは変化球でストライクを取ってきます。カウント球でも小川さん、このフォークボール使ってきますもんね。そうなんですよね、はい、だからやっぱりここはね、あのフォアボールでもいいと思うんですよね、はい、オリックスですね。ただオリックスとしたら今1点負けてるじゃないですか、はい、追いついていくことが大事なんですよ、同点であればずっといけばいいわけで、9回もいけばいいんで、はい、だからそういった意味では堅い作戦になったと思うんですよ ね、 ね。もちろん打順の巡り合わせもあると思いますが、はい、アウトコースいっぱい、これは判定ストライクです。妙な感じでしたけどね、ここは吉田選手からすれば遠いと見たんでしょうけども、このボールです。まあでもいい球ですね。はい。まあそのいっぱいいっぱいを岩下ついてきます。あの右バッターにも左バッターにも外のコントロールが今日非常にいいですね。そうですね。ただ吉田正尚にこの追い込んでから通用するかどうかですよね。さあ、ツーツー、これが低め、ストレートできました。もう今低めのまっすぐを選択しましたバッテリー。フルカウント、この後は4番の杉本が控えます。10月2日にデッドボールを受けて右手の尺骨の骨折、11月10日初戦このファイナル戻ってきました。スリーツー、6球目、外、見逃し三振。これはアウトコースいっぱい。いやでも素晴らしいコントロールです。まあ、狙ったところボール行ってますもんね、はい、三振4つ目。まあ、どっちとも言える球だったと思いますけども、いや打てないですよ今の球、いや打てない、いや相当低いですけども ね吉田正尚は低いと思ったんですよね、この表情です。
まあ、これよく、まあ、僕らもあるんですけどやっぱりずっといいところ投げてたので、はい、まあ、審判も 手を上げやすいといえば手を上げやすいですね。なるほどね。そこにこう目線というかこう線ずっとこう置いてあるから、ね、はい、取りやすいんですよね。なるほど、ね、はい、だから裏書いて一球インサイド行ってからの外だったんで、ね、うん、はい、でも本当ギリギリのところ投げないとやっぱり吉田正尚は打ち取れないという感じですよね。まあ、そこにこの岩下が投げ切ったわけですね、ナイスボールでした。ナイスボールですね。はい、まあ、ただこの後まだいますからね、杉本がいますし T もいます。2アウトランナーは2塁です。さあ対岩下、レギュラーシーズンの5打数2安打ホームラン1本です。バッターの杉本、初球まずはアウトコース、まあ、最初の打席もこの杉本に対しては3ボールまで行ったんですかね。あ、そうですね、はい、そこから三振まで持っていきました、はい、いました。同点のランナーがセカンドです。ツーアウトランナー二塁、アウトコースのボール、ショートバウンド、柿沼よくボールを抑えています。まあ、でもここはでもベンチからの申告とかそういうのもあってるんです、カウントの、はい、あれによっては、はい、1球で吉井コーチがマウンドに行きます。その確認とか言ったじゃないですかね、はい、ね、あ、やはりここはもう申告敬遠です、ボール先行です。まあ、ここは杉本との勝負を避けました、三塁側。ツーアウトランナー二塁一塁です。それはやっぱりもう吉田選手も三振があったからということですね。そうなんですよ、そこなんですよね。さあバッター T 岡田を迎えます。ツーアウトランナー一塁と二塁。さあ T の場合は今年は、ね、いいところで打ってますんでね、はい、非常に期待したいですよね、さあランナー二人置いてのバッターボックス、さあバッター T 岡田、岩下初球まっすぐ、今まっすぐ見ました。そうですね、はい、まあ、あの1打席目フォークでやられてるんで、はい、まあ、そこの頭はあるのかなという感じがしますね、まあ、でも今吉井投手コーチが言って、まあ、もう T 岡田でもう腹くくって勝負っていう感じになってる感じですよね、はい。初球ストライク、これが判定ボールです。これもギリギリいっぱいの球、滝沼のミットはほとんど動いてないんですが、これもでもストライクってピッチャーからするとね、はい、これもストライクじゃないのっていう球ですけど ね、非常に素晴らしいコントロールですね、はい、本当その外のボール、この半個分の出し入れ、はい、そんな感じがします。岩下滝沼のバッテリー、ボールカウント1ボール1ストライク、 T 岡田今日最初のバッターボックスは三振でした。この試合初めてバファローズが掴んだチャンスです。4回マリーンズの守り、これはファールボールです。フォークボール、なんとかバットに当たっています。今のがもうちょっと高く浮いてくれたら、はい、もしかしたらっていうところですけど、やっぱりコントロール間違わないです ね、いい高さに来ます。でもやっぱり1打席目のボンダした球だから、はい、ある程度ねそのタイミングだったのかなっていう、どうなんでしょうか大和さん。いやでも違う、まあでもフォーク待つっていう勇気ってのはすごいと思いますよ ね、あんまり聞かないですよね。でもね、フォークを待つなんていうのは ね、ただやっぱりコース的には多分アウトコースっていうイメージはついてると思うんですよね、はい、はい。さあここはワンボールツーストライクとバッテリーが T 岡田を追い込んでいます。
さあミット内側打ちきましたね。インサイドストレートできました。そのボールが外れてカウント 2-2、まあ、一つ内側のボールも見せました。あでも両サイドいいコントロールしますね。いや際どいところです、うん、これもね、まあ、今のはもう絶対間違わないようにというところですよ ね、はい、ね見応えがありますね岩下投手もね、はい、本当にね。さあ岩下この4回途中ツーアウトランナー2塁1塁という場面でカウント 2-2 バッター T 岡田、次のボールがこのゲームの50球目。フォークボール、さあここは T 岡田が見ています。 3-2とにかく序盤3回までが非常にいい球数できました。4回2アウトまだ50球です。さあここはバッターボックスは T 岡田、ランナー2人置いてのバッターボックス、カウント 3-2 フルカウント、いました。フォークボール振っていきますが一塁線ファールボール。ゲームは4回です。マリーンズ1点リード。マリーンズは3回の表にランナー2塁3塁から中村レフトへの犠牲フライで1点を先制しています。もう後がありませんマリーンズ。その3戦目を託された岩下、バッター T 岡田少しバット気持ち短めに持っています。最後低めのボールバットが出ました。ボール球、ここはしかし岩下もポーンとグラブを叩いてこのピンチを出した岩下。バファローズはこのチャンス、 T 岡田は三振。今のボールこれもフォークボール、ここはバットが出ています。スイングアウト、ランナー2者残塁です。ゲームは4回終わって1対0、マリーンズリードは1点です。バファローズはこの試合初めてのチャンスをつかんだんですが岩下が踏ん張っています。 T 岡田三振に倒れました。ゲームは4回終わっています。最後もやはり小川さんフォークできましたね。そうですね、2ボール2ストライクからね、はい、見逃したんですけどね、はい、やっぱり3ボール2ストライクだと、ね、バッターって振ってしまうんですね。あやっぱりこう反応してしまうというか、はい、分かっているんですけど、まあやっぱり臭いボールはカットしなきゃいけないということで、はい、やっぱ手が出てしまったですよね。そうですね、はい、さあ3人目この5回バルガスがマウンドに上がっています。シーズン途中にこのバファローズに加わっています。先頭バッター滝沼、ゲームは中盤5回の表マリーンズの攻撃。
ここでバルガスを使ってきました。まあ、9月の11日のライオン戦で、まあ、投げて、まあ、ここであの脇腹を痛めたんですね。あ、そうですよね、はい、途中で降りましたね。そうなんですよ。8月29日のホークス戦では NPB 初勝利をマークしています。さあボール先行です。レギュラーシーズンの防御率は5試合で 11.00。 ワンテンポ遅れてのストライクのコールです。ギリギリのところですね、はい。まあ、これもバッターからすればね、厳しいボールだったかもしれません。そうですね、はい、詰まっています。ここはショートが下がって紅林が落下点です。ワンアウト。まあ、ボールは先行したんですが、まずは先頭バッターバルガスが打ち取っています。1番レフトフィルダー大木野隆。打順は1番に帰って荻野隆。今日ヒット1本、内野安打が1本あります。中村の犠牲フライで先制のホームを踏んでいます。まあ、バルガスはマリーン戦は今シーズン初登板です。ただまあここまでは5試合9イニング投げる中で非ホームランが4本あります。ああ4本もありますか、はい。打ち上げてキャッチャーマスクを捨てる若月、ボールを取ってツーアウト。ただまあ微妙に全てのボールがこう動くんですね。そうですね、はい、動くし、まあ、球速も、ね、そこそこ力あるんで、はい。さあバッターボックスは2番の和田。まあ、あの3回の1点先制の場面ではこの人のツーベースが効いています。いや、そうですね、はい。初球高め、ツーアウトですけど和田選手が出ると、はい、ちょっとややこしいですよね。そうですね。ある程度これ実際和田選手が出るとこれ相手からすればこのツーベースを確保しないといけないというね。本当そうですよね。のボールです。そうですね、カットボールです ね。相当いっぱいのボール、これは外れてカウント2-2。今日バファローズは先発は山崎総一郎、3回途中から富山、この5回はバルガスがマウンドに上がっています。昨日のゲーム終わった後に中島監督 もうブルペン陣はもう総動員で待ってますという話はしていたんですが、あ、はい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 。まあ、今日そういう、はい、まあ、たまたまね、そういうケースになりましたね。今日2番の和田、レフト線へのツーベースが今日は1本あります。変化球にもついていきます。ファールボール。さあ 2-2、 バルガスは和田に対して7球目、外のボール、これが外れて 3-2 です。
正面です。 T 岡田ピッチャーを制してキャンバスを踏んでスリーアウト。この回マウンドに張ったバルガスが3人で片付けました。ゲームは5回の表終わっています。1対0、マリーズリーでは依然として1点です。さあここは小川さん、バルガスがしっかり三者凡退に抑えましたね。そうですね、はい、やっぱり3人で終わるってことが一番大事ですよね、相手にこう流れをっていうかね、渡さないっていうかね。そうですね、さあこの後岩下がまた5回のマウンドに歩を進めていきました。ゲームは5回の表終わっています。それではここでオリックスバファローズからのお知らせを伝えてもらいます。2021パシフィックリーグ優勝記念グッズ第2弾を先行受注販売いたします。11月10日から球団公式オンラインショップにて予約受付を開始しています。第2弾は胴上げ写真を用いたグッズや選手マスコットグッズなど多数取り揃えました。球団直営店ビーズショップ B ウェブでは11月20日土曜日より販売予定となっています。25年ぶりのリーグ優勝記念グッズをぜひ集めてみてください。詳しくは球団公式ホームページをご覧ください。パリーグのクライマックスシリーズは第3戦です。バファローズ連勝で迎えた3戦目。さあ王手をかけたバファローズの前に立ちはだかるのはこの岩下大輝。大前さん、はい、岩下投手は、まあ、昨日この第3戦に先発決まったことについて、はい、重要な試合を任せてもらっているという、まあ、ことでそこは嬉しく光栄に感じていると話していました、はい、ただやはり短期決戦ここまで流れを見ていてもミスした方が負ける、はい、それは分かっているので、はい、集中力を切らさず最後まで投げ切りたいということでした、はい、両チームのベンチ情報担当は中島玄也アナウンサーです。あとそのコメントに加えて本人が言っていたのはやっぱりこう気持ちのこもったピッチングをしたいという話もしてましたね。あでも十分ここまで気持ちこもってますよね、はい、そうですね。さあその岩下5回のマウンド、先頭バッター足立です。初球アウトコースのストレート、これ見ますと、まあ、1回、3回、5回の失点が多いという岩下。そうですね、はい、その5回です。4回はピンチを脱しました。バッター足立です。今日最初のバッターボックスはセンターフライ。まだこのシリーズファイナルはヒットは出ていませんが、フォアボールは2つ取っています。と決まってボールカウントはボール2ストライク。あといい当たりもしてるんですけど ね、 そ、 うなんですよね。そのアウトもありますからね、はい、状態は悪くないと思いますね。次は中盤の5回です。右方向にさあライトはラインをまたいで角中ボールを取っています。ライトフライワンアウト、まあ、これもアウトコースにボールがしっかり行ってますから。そうですね、はい、さあ岩下が先頭バッター足立を打ち取っています。ワンアウト、岩下投手も、ね、今頑張ってますけどこの1点を守りきるような形になると苦しいですよね、はい、さあラベロ、初球インサイドまっすぐ、内側いっぱいです、ね、あのベース上に乗ってますけどラベロはちょっと腰引きましたよ ね、 今ね。ここはスイングを取ります。どちらかというと体全体でね、はいはい、ちょっと外側にこう向かっていくような打ち方をするんで、はい、初球まっすぐ2球目フォークボール、追い込んだバッテリーです。このフォークが少し浮きました。
川村もシーズン後半の切り札的存在として期待はされていたんですが、8月22日のウエスタンリーグファームのゲーム12戦でデッドボール受けまして左手首に骨折がありました。まあ、そこで大幅にこの1軍合流が遅れましたもんね。まあ、そうですね、はい、やっぱりこう怪我でね、そこはね、計算外のことなんでね、はい、ちょっと痛かったですよね。外のボールです。ラベロ三振で岩下6つ目の三振。最後はボールゾーンに球が逃げていきました。でも手が出ますよね、はい、やっぱあそこに、ね、アウトローにきっちり行ってますからね、はい、これで2アウトランナーありません。バッター紅林、今日最初のバッターボックスは三振でした。ゲームは中盤5回です。2球目のフォークボールが外れます。ここまでは許したヒットわずかに1本の岩下。4回はピンチもあったんですがそこを出しています。この5回は2アウトを取っています。これもフォークボール引っ張りますがファウルボールです。まあ、ほぼほぼこの小川さん球種としてはフォークかまっすぐかという ね、 そうですね、2球種なんですかね、はい、あとまあスライダーというかね、はい、まあ、外に流していくんでしょうけど、はい、でもやっぱりこう、ね、もう球種が3パターンなんでね、うん、でそこのところで、ね、割り切って、ね、はい、何を狙うかでしょうね、まあ、ここまで来たらやっぱりこう外中心、まあ、ずっと1回からそうなんですけど、はい、やっぱりこう1対0ということで、とにかくオリックスは追いついていけばいいわけですから、はい、点差1点です。アウトコースとボール、これもなんとかバックに当てるのが精一杯です。やっぱりこうアウトコースの制球がいいものですからね、はい、やっぱ今のも見逃すはボールなんですけどね、はい、追っかけてしまうんですよね、さあ 2-2、 6球目外のまっすぐ、ここは外れまして3-2です。ただまあこう、ね、67球というか、ね、球数も少ないじゃないですか、はい、ただでもこの緊張感で、先ほど藤野さんとも話してたんですけど、緊張感で放っているのにやっぱ精神的にやっぱ、ね、球数以上の疲労感があるんじゃないかなと思うんですよ ね、 なるほどね。だからカットします。昨日、はい、田島投手を、ね、77球で交代ですか、はい、ね、シーズンだったらもう1イニング投げさせたっていう、ね、中島監督のコメントありましたけど、はい、やっぱりそれはベンチにいたらすごく感じるんじゃないでしょうかね。なるほどね、1球の重さといいますかね、はい、3-2フルカウントいました。紅林に対しての8球目になります。ここはまっすぐバットが空を切っています。紅林三振、最後もまっすぐアウトコース。紅林今日2三振3アウト。ゲームは前半5回終わっています。ここまでは1対0マリーンズがリードを奪っています。
作りに来られてイエスハリセンター。さあ皆さん、ハリセンのご準備をお願いします。今日も337秒してこの時間を盛り上げましょう。ヘッピーキッドザハリセン。パリーグのクライマックスシリーズファイナルステージ、バファローズ対マリーンズの第3戦です。前半5回終わって、ここまではマリーンズが1点リード。ここまでのゲーム展開を振り返ってまいりましょう。さあバファローズは今日先発は山崎総一郎でした。その立ち上がり、先頭バッター荻野に対してはまっすぐで押し込んでいきました、ライトフライ。その後レアードも三振と初回を0点に抑えます。一方のマリーンズは先発は岩下、その立ち上がり普段の当たりはいい当たりだったんですがライトフライ。ツーアウトの後吉田正尚もここはレフトへのフライに倒れて、岩下も三者凡退と上々の立ち上がり。さあ3回の表ゲーム動いて、ランナー置いて和田光志郎の当たりはレフトへ。荻野は三塁に出してランナー二塁三塁というチャンス。ここで中村翔吾はレフトへ。この辺りで荻野がホームに帰ってきました。犠牲フライです。マリーンズ1点先制、3回の表。その後ツーアウトランナー二塁一塁とマリーンズチャンスは続いて、バッター角中というシーンです。まあ、ここでもう星野さんピッチャー変えてきましたもんね。そうですね、はい、2人目富山。この辺りをショートの紅林がよく取ってアウトにします。よくアウトにしましたね。しかしマリーンズ1点先制。さあ4回、先頭バッター福田周平がレフトへ、これがチーム初安打。先頭バッター出て、まあ、その後ランナー2塁1塁2アウト、バッターは5番の井岡田という場面で3-2から、最後はフォークボール空振り三振。岩下が踏ん張ります。このチャンスをバファローズは生かせませんでした。5回終わってここまではマリーンズが1点リード。マリーンズはこの岩下がここまでは素晴らしいピッチング、バファローズは今日は早めにどんどん星野さんピッチャーつないできてますもんね。そうですね、はい、まあまあまあ、山崎がもし乗った時にはまあ、ね、はい、当然、続投ということだったんでしょうけど、ちょっとは、まあ、暴れてたというか、はい、ね、まあ、そういうところで、まあ、準備はリリーフの方は準備はもう完璧にできてたんだろうなと思います、ね。はい、そうですね、はい、今ジョーンズが映ってますが、まだこのファイナルステージは出番が回ってきません。なんかどっかで、ね、代打とかありそうですけどね、さあこの回も6回バルガスがマウンドに上がりました。回をまたいできます。セカンドベースは中村翔。まあ、バルガスは9月11日のライオンズ20回戦はメットライフドームのゲームは先発しています。4回と3分の1を投げています。まあ、ですからここも回をまたいできました。先頭バッターは3番の中村翔。今日はヒットと犠牲フライです。マリーンズが1点リード。さあこの回は打順は中軸というマリーンズです。
6回の表変化球打ち上げてこれは一塁側高山コーチとその奥に中島監督この左のところで変えるかどうかですね、はい、そうですねどうしたら階段ですか、ね、階段しかないですね、あと左ね、はい、引っ張りましてこれが3塁線わずかに切れましたファールボールです何とか中村もバットを出していきましたがファウルボールですでも中村選手も非常に状態がいいですよね、はい、ああいう際どいところはねしっかりカットしてそうですね、はい、変化球打ってショート正面ワンバウンド一塁送球紅林いいボールを送りますワンアウトバルガスは先頭バッターの中村を打ち取っていますワンアウトランナーありませんそしてレアードブランドレアー今日3回目のバッターボックス先ほどはフォアボールを選んでいますそうですねでも今日もまだねあのレアードマーティンエチェバリアが、ねはい、ヒット出てませんからね、初球アウトコースとまっすぐでしたバルガスもでも初回よりはだいぶまとまって、ねはいあのコントロールも良くなってきましたね折れてこの位置に紅林がいて一塁どうか深い位置に守っていました紅林これで2アウト、まあ、レアードの足を考えた、はいね、位置取りですよねもうバットの先でバット折れました、ね、普通だったら内野安打が抜けていくかなっていうところですけどね小川さんもショートストップというね守備位置守った選手ではあるんですがもう相当深い位置守ってますねこのそうです ねやっぱりこう人工芝と、はい、あとやっぱり肩ですよ ね肩の強さでやっぱりランナーの足ですよね、はい、それを考えたら別にそのここに守らなきゃいけないということはないので、やっぱり深く守れますよね、はい、バッター角中初球ストレート決まっています156キロ今日は最速は159というのがありましたバルガスありましたね、はいに起用されました角中ここはスイングはどうかここはスイングを取りました低めのカットボール、まあ、バッターからすれば止めたという感じではあるんでしょうそうですねはい外れて 2-2 ですバファローズも3回に先に1点は失ったんですが4回5回と0点抑えてこの6回も2アウト一塁がダグアウト今日先発の山崎総一郎です3回途中でマウンド降りました岩下は5回まで好投ファウルチップはミットの中ですスイングアウトさあバルガスが5回6回と三者凡退に抑えていますゲームは6回の表終わって1対0
マリーンズリードは依然として1点です。さあゲームは6回、このイニングが始まる前に一塁側、この辻コーチを中心に円陣が組まれました。点差はわずかに1点です。まあ、この回は先頭9番の若月、その後打順が上位に帰っていきます。マリーンズ6回の守り、岩下がマウンドに上がります。5回までは球数は69球、いいペースで来ています。被安打1、与えたフォアボールは1つだけ、三振7つを奪っています。失点はありません。マリーンズは角中に代わって岡がライトのポジションに入っています。先頭若月、初球アウトコース、岡がライトに入りました。2球目のフォークボールが内側、若月は今日2回目のバッターボックス。岩下の方はまずは球数はここまではまだ72球と70球超えたばかりですが、そうです、はい、そうなんですけど、はい、先ほども言いましたけどね、はい、まあ、オリックス側で言うと田島を77球で変えましたからね、ある程度その前の回でだいぶ神経を使ってますからね、はい、球数以上に疲れはあるかもしれませんね、はい。ただここも外のまっすぐ、バットが合いません。若月三振です。8つ目の三振を奪った岩下、まあ、このアウトコースボールが今日は冴えています。はい、ただここからですよね、岩下投手も気を使うところは、はい、これやっぱり1人出てもらいたいですね、はい、1人出たら3、4番ね、いや本当に1人出るとそうなんですよ、全然変わりますよね。さあバッター福田、オリックスのヒットは1本なんですが、その1本のヒットを放っています。ね、そのヒット1本でだいぶ苦しみましたからね、はい、お前さん、はい、どうぞ。岩下投手自身もバファローズ打線で一番注意するのは 1,2 番だと話していました、はい、数字上では完全に勝っているんですけれども、得意なイメージ全くないということでした。あ、そうですか。ここが大量得点のキーですし、得点の確率が上がってくるので、出したとしてもクリーンナップの前には、得点圏にランナーを進めさせないことを考えたいということでした。はい、レギュラーシーズン、今シーズンはこの福田宗に対しては2人合わせて11打数の1安打、岩下抑えてはいるんですが、内側のここは変化球が外れます。低
目いっぱい。これもバッターとして厳しいところです。あ、ギリギリと言っておきましょうか、ね、いい球です ね。さあこれでフルカウントまで来ました。カウントいい当たりだ。ライトの前で落ちる。今日福田2安打。今日はあの3打席とも打球はいいですもんね。いや、そうですね。はい、まあ、ここは小川さんストレートをしっかり捉えましたね。そうなんですよね、はい、3打席目、2打席目はヒット打った時は2球目だったと思うんですけど、1打席目の3打席目結構ね、はい、ボールをしっかり見ていくんですよね。お、ここで岩下が一旦ベンチ下がりました。どうしたんですかね、豆でしょうか爪でしょうか、その他のアクシデントなんでしょうか。一旦ベンチ下がっています。岩下投手怪我の手当てをいたします。しばらくお待ちください。ちょっと豆が潰れたんですか。本人は当ててダグアウトに下がっていました。ね、急いでいきましたね。はい、ここはまっすぐを福田周平がしっかり捉えました。あ、でも爪見てますね。そうですね、指先見てましたね。はい、爪かな。はい、この後一旦タイムを取って自らダグアウトの方に下がってまた戻ってきました。爪のあたり少し今そうです ね、ちょっと割れたか、はい、星野さんはこのゲーム中に豆が潰れたとか爪がまあ割れたとかという経験はありですか。ないですね、はい、もうちょっとスピードがあれば割れたかもしれませんけど、いやいやまあ、でもいい球投げてますからね、はい、指にしっかりかかってるんです ね、はい、ただねこれ昨日も6回にこう、はい、いろいろねドラマがあったので、はい、またこういうねケースでちょっと指にね、はい、ちょっと不安が残ると打順的にもね、はい、まあ、どういう球しっかり投げれるかどうかですよね、岩下としてね。岩下はマウンドに戻ってきました。ワンアウトランナー一塁、バッターのレユーナー、ライトへ打球が上がってライト下がって岡下がって見上げて入った逆転ツーランホームラン。今日も6回に何かが待っていました。マウンドに戻った直後フォークボール、その瞬間の岩下の表情、2対1。いや、和さん、はい、今のバッティングフォークボールでした。そうですね、はい、やっぱりこう冷静に考えた時に、やっぱ高めのフォークですよね、落ちなかった、それを勇気を持ってね君が振りに行ったということですよね。
あの非常に好投したんですけどね、この一球というものがね、やっぱなんか野球の怖さというか、そういうのを感じましたね、はい、さあ6回に2点を取ったバファローズ、ゲームをひっくり返してきました。しかしまだゲームは続きます。バッター3番の吉田、1球2球とここは追い込んだのは岩下です。何かね、この間が空いた瞬間ですよね、はい、昨日もアクシデントというかね、そうですね、昨日はピッチャーの変わりっぱな、はい、今日は一旦ベンチに下がって岩下、はい、戻ったその直後でした。打ち上げてサード藤岡追っていく、ファールゾーン、打球は切れます、スタンド、ファールボール。さあ6回にバファローズがゲームをひっくり返しました。2対1、ただまだゲームは6回です。まあ、このシリーズ見てましても、このファイナルステージは両チームそう簡単に小川さん点も取れないという状況ですもんね。そうなんですよね、はい、ただやっぱりこうホームランの怖さというかね、はい、威力というのはすごいですね、やっぱり、打ち上げて柿沼マスクを捨てていきますが、これもスタンド、ネットを越えます。三塁がダグアウト、内監督、その横には吉井ピッチングコーチ。球数は85球です。まあ、今シーズン岩下投手もこのゲームの中でも100球超えというのは3試合しかありません。そうですね、はい、ほとんど交代になってますよね、ここは吉田は追い込まれました。これも打ち上げて同じようなファールが続きます。まあ、右手の手首の骨折もあって、まだそのこの詰まったり、あるいはこのバットの先だったりするとこの響いてしまうので嫌な感じはありますという話もありました。だから少しやっぱスイングも、はい、まあ、いつもよりはちょっと弱いのかなというのと、少しなんか擦り気味に打ってるのかな、はい、なんとなくまだね、腕に負担をかけたくないのかなっていうのはなんか見えますけど、ね、はい、追い込んだバッテリー、これも打ち上げてマスクを捨てて柿沼を追っていって、さあこれはどうか、ネットの手前、ボール取る、キャッチャーファールフライ、まあ、同じようなファール続いていたんですが、ここはグラウンドの中、柿沼ボールを取っています。これで2アウト。2アウトランナーなし、アウト2つ取ったところ、中村翔吾はここはピッチャー岩下に一声かけます。まあ、昨日も東がホームラン打たれてこう膝をつく状況で真っ先に声をかけに行ったのは中村翔吾でした。さあ迎えるバッターは杉本。ここはまずはまっすぐから入ってきました、内側のボールです。この回は1番2番で2点を取りましたバファローズ。福田のヒットの後、宗優馬のホームラン、ライトオーバーのツーランホームランでゲームをバファローズがひっくり返しています。6回の裏、さあリードして終盤を迎えようというこの一塁側、中嶋監督、当然この後の継投の計算もあるでしょうね。どうなんでしょうかね、また吉田亮が出てくるのか、違うピッチャー出てくるのかというところですけどね。これもアウトコースいっぱいです。
まあ、岩下に一発は打たれましたが、その後いいですよ ね、 ね、 またね、これも外1回のボールです。あのちょっとした間がね、はい、爪のことなんでしょうけどね、また胸がいい、まあ、昨日の杉本もそうですけど、はい、ね、1球目でしっかり捉えますよ ね、 ね、はい、外のボールバットが出ました。杉本は三振、岩下今日9個目の三振奪っています。3アウト。しかしこの6回の裏、バファローズはワンアウトランナー1塁で、この2番の宗の一発ライトオーバーのツーランホームラン、バファローズが2点を取って2対1、ゲームをひっくり返しています。マリーンズ3回中村の犠牲フライ、6回にバファローズがゲームをひっくり返しました。ゲームは終盤7回、海田がマウンドに上がります。この宗優真、ランナー置いての一発、岩下のフォークを捉えました。そのシーンです。指先を気にした岩下が一旦ベンチに下がって戻ってきて、その直後でした。さあ、この一発でバファローズがゲームをひっくり返しています。2対1。まあ、ここまでは小川さん、好投岩下投手の前に苦労はしていたんですよね。そうなんですよ、はい、3安打なんですけどね、やっぱりその、まあ、1球 の、 その、まあ、コントロールミスというかね、はい、それを逃さなかった、さすがですよね。そうですね。さあ、そしてピッチャー海田がマウンドに上がっています。今日4人目、先発は山崎総一郎、その後富山、バルガス、海田とつないでいます。先頭バッターマーティン初球、まずはアウトコースのカットボール決まっています。先頭バッター出ます。さあ、海田左バッターに送ったんですが、マーティンがヒット。まあ、ここはもうワンポイントでしょう。そうですね、はい、まあ、対マーティンに出てきた海田ではあるんですが、ここはマーティンがセンター前ヒット。まあ、ここはもう最初から星野さんワンポイントという形だったんでしょうね。さあ、チェバリを迎えるところ、ここで吉田亮が上がってくるんですが、まあ、あえて頭からはいかなかったんですね。そうですね、はい、ワンポイントだけ、まあ、階段を、はい、これ試す場面ではないとは思うんですけどね、はい、ただまあ、ここで吉田亮をマウンドに送りました。中島監督です。まあ、マーティンはあの9月ホットモットで吉田亮から一発打ってるんですよね。そのイメージがこの一塁側ダグアウトにもあったのかもしれませんが、
ただ小川さん、この吉田投手が7回をしっかり抑えましたもんね。そうなんですよね。そういった意味ではね、この中継ぎの人がね、自分の役割をね、しっかり果たせばね、次につながっていくんでね、大事なポジションだと思いますよね。1点ビハインドに変わったマリーンズではあるんですが、7回先頭バッターマーティンがヒットで出ました。ノーアウト1塁です。バッターエチェバリア、吉田亮、バッター7番ショート。マリーンズも楽天とのイーグルスとのファーストステージは、終盤でのホームランでゲームの流れを変えてきました。さあエチェバリア、昨日ツーベース打たれたんですよね、はい、ちょうどセンターの前にボールがポトリと落ちるような ね、まあ、ヒットではありましたが、弾んだ、ツーベースという、ところですけどね。さあ先頭バッターが出てノーアウトランナーは一塁です。マーティンが一塁、ランナー出ています。初球まずは空振り、初球からエチェバリアも振ってきます。危ない球ではあったんですけど ね、今のはあのスライダーでも曲がりの小さなボールですね。そうですね、はい、外のまっすぐ振っていきますが、一塁側スタンドファールボールです。先に行くにはご注意ください。7回の表マリーンズの攻撃、1点を追う立場に変わっています。まあ普通でいけばあそこからスライダーっていうところでしょうけどね、はい、今のところからね、エチェバリアは追い込まれました。バットの先です。レフト打球伸びを変えています。ナベロが落下点ボールを取ってワンアウト、ランナータッチアップで2塁に行く。これはマーティンの好走塁。足もね、いや足の状態万全ではないんですが、ここで二塁を落とし入れました。これはでもオリックス側も、ね、足がやっぱり悪いっていうのがあるんで、ナベラもレフトは本職ではありません。ただここからタッチアップ、セーフですね。紅林が、カットには入ってるんですが、セカンドベースまでの直線のカットには入っていませんでした。そうですね、はい、さあここは隙を突いてきたのはマリーンズです。マーティンの好走塁、ランナーセカンド、さあバッター藤岡、初球スライダーインコース、わずかに外れました。ああそれロッテ側としたらここで繋いでもらってね、繋がないとなかなか次8、9とね、インス平野でしょうからね、はい、これ繋がったら多分9番は代打じゃないでしょうかね。そうでしょうね。高めボール外れて、さあボール先行です。ここでセカンドの足立がマウンドに行って一声かけます。この足立のタイミングがいいですよね、いいタイミングで行ってくれますよね。だいたいこうピンチの場面では足立かサードの宗が行きますけどもね、ね、優勝会見っていうかね、はい、インタビューさせてもらったんですけど、 T に行けって言っても行かないとか言ってましたけどね、はい、3球目ここはスイングはどうか、止まっています。さあボール3つ先行です。吉田亮もいいとこ投げたんですけどね、はい、
でもここ、まあ、ちょっと山場になってきましたね。はい、その後は佐藤俊也が控えます。この人一発ありますからね。さあボール3つ、中盤、まあ、この3試合全て接戦です。いや本当そうですね。はい、なんか一球一球が重いですね。5球目、さあこれ膝元いっぱい、いいボール、これでスリーツー。スライダーが膝元いっぱい、ね、あそこに投げるコントロールが本当に素晴らしいですね。まあ、もう一丁あそこでボール球でも振るかもしれませんね。さあここはサイン決まってフルカウント。スイングアウト、スライダーできました。やっぱり小川さん、一つ前のボール効いてますね。そうです ね、やっぱりこう、なんて言いますかね、はい、振らないと合わないというか、はいはい、見てるだけじゃ合わないんですよ。ただ、次ボールがあったじゃないですか、はい、バッターとしてはもしかしたらフォアボールじゃない、ないんじゃないかなっていう、そういう、うん、あれもあったと思うんですよね。そういったところでの、その、まあ、スリーボールワンストライクからの、はい、ツーストライク目が、ね、非常に良かったもんですから、振れなかったですよね。なるほどね。さあ代打佐藤俊也です。柿沼に代わるピンチヒッターです。初球まずはスライダー、今度はアウトコースに決まっています。佐藤のクライマックスのヒット1本はあのファーストステージ初戦のサヨナラツーベース。ゲームは終盤7回、相当いっぱいストレート、ゲームは終盤です。セカンドランナーマーティンは同点のランナー。3球目、ここのスライダーバットが合いません。本当に独特の軌道なんですよね。だからほとんどまっすぐとスライダーだけなんですけど、はい、本当に見分けがつかないんでしょうね。あのスイングを見てるとね。吉田亮がここは追い込んだ。代打佐藤俊也、同点のチャンスはマリーンズ。センターに運んで、センター突っ込んでヒットになった。マーティンはホームに帰ってくる、同点。佐藤俊也タイムリーヒット、2対2。さあマリーンズも粘ります。意地のヒットですね。いや吉田亮もいい球投げましたけどね。ただあのマーティンの2塁への走塁が効きました。本当にね、足が痛いのに今のもでもすごいところですよ。低めのボールをうまく佐藤俊也打って、センターの前にはボールは弾んで、
マーティンがホームに帰って2対2同点。さあ1点を取ってもつれます。今日のゲーム終盤、ただこのままじゃロッテはダメですからね、はい、引き分けのままじゃダメですから。吉田亮の投げたボールも決して悪くなかった。いやでも見事に打ちましたね、はい、今のはね、そのボールを佐藤としてはうまくセンターに弾き返していきました。まあ、お互いに技術対技術のなんか対決みたいな感じでしたね、今のはね。さあ2対21番に帰って荻野隆、初球アウトコースとボールが外れます。今日は内野安打が1本です。1番の荻野、レギュラーシーズンではパーリーグの誰よりも多くのヒットを放ちました荻野隆。ランナーは一塁です。一塁へ牽制球、ファーストランナー同点タイムリーヒットの佐藤俊也、センター前に難しいボールをうまく弾き返しました。その佐藤が一塁ベース上です。インコースとボールが外れます。ここはストレート、まあ、ランナーを背負った場面でマウンドに上がった吉田亮。ここはスライダー決まってこれで 2-2。はいでしょうね、今のもね。ツーツー、三塁線ファールボールです。7回の表マリーンズが代打佐藤のタイムリーヒットはセンター前、低めのスライダー、難しいボールをうまくセンター前に運んでいます。そのタイムリーで同点に追いついて2対2、なおも2アウトランナー1塁で打順は1番の荻野。カウント 2-2、 吉田亮、荻野に対して次のボールが6球目、これを当てただけ。ファーストフライは T 岡田、ボールを取る、スリーアウト、ランナー残塁。しかしマリーンズは代打佐藤のタイムリーヒット、1点を取って2対2、同点に追いついています。さあ今日のゲームこの終盤になってゲームが動いてきています。今度はバファローズラッキーセブンの攻撃を迎えます。明日を開くだろう、愛しすくだけの雨。
パリーグのクライマックスシリーズファイナルステージは第3戦です。バファローズ対マリーンズの一戦、星野伸之さん、小川博文さんの解説でお送りしています。7回の表終わって2対2同点です。日本シリーズ進出に向けて王手をかけていますバファローズ。6回に一旦ゲームをひっくり返したんですが、7回マリーンズが粘って1点取って同点に追いついています。さあマリーンズのピッチャー代わって国吉がマウンドに上がっています。シーズン途中にベイスターズからこのマリーンズに移ってきました。クライマックスシリーズはファーストステージ初戦2戦に投げています。ファイナルはこれが初登板です。小川さんもベイスターズ時代にはこの栗吉投手一緒にプレーされてるんじゃないですか。はい、してます ね、はい、いや本当ね上背があってね、はい、たまに力があるんですよ ね、でバッターに対してもねこう威圧感があってね、はい、バッターも恐怖感があるんですね、特に右バッターはね、はい、そうですね、はい、先頭バッターは T 岡田。さあ同点です。代打しました佐藤俊也、そのままマスクをかぶります。国吉と佐藤俊也のバッテリーです。バッター T 岡田、初球ボール。いい当たりだ。さあライトの右、 T 岡田は一塁を回って止まる。岡が回り込んでボールをしっかり抑えています。先頭バッター出ました。さあここは国吉の速いボールをしっかり T 岡田が捉えました。ファーストレアードも飛び込んでいったんですが、このバッティング、まあ、ここは小川さん、はい、岡田選手が力負けしませんでしたね。そうですよね、やっぱりこう真っ直ぐに対しての、ね、反応を、ね、はい、これからも、ね、よくしてもらいたいですよね、はい、それができてからの変化球だと思うので、ね、もちろん、ね、投手によって変化球を狙うこともあると思うんですが、はい、真っ直ぐを、ね、しっかり打てる、そういう、ね、タイミングのこしらえは、ね、常に持っていてもらいたいですよね、はい。さあ7回同点に追いつかれたバファローズ、先頭バッター出てバッターボックスは足立です。さあここどうしますか、同点の終盤、まあ、ここは当然バントもあり得るケースだと思うんですが、っていうふうに思うんですよね。一つ国吉は牽制の構えだけです。ファーストランナーは T 岡田、サインの中継をしますのは風岡コーチは三塁側コーチャースボックス。まあでも足立だったらね何でもできますんでね、はい、もちろんサインが出ればねバントが、まあ、しっかり送ることもできますしね、はい、エンドランもできますから。まず初球です。バントするピッチャー前、いいバントになった、送りバント成功。ここも初球で足立がバントを決めてきました。ランナー二塁、中でバント決めてきます。非常に流れが良くなりますよね、はい、ファールファールっていうのはね、その、まあ、何回もやってこうやって送ったっていうよりもやっぱり一発で決めるっていうことは、ね、非常にね流れを止めないっていう意味では大事だと思いますね。ワンダウンランナー二塁です。サラベロ、このファイナルステージ初戦が6番、昨日5番、今日打順7番です。1本が右中間を破るツーベースヒット、外野陣は前に出てきました。ワンアウトランナー二塁です。さあここでラベロ、ゲームは終盤7回2対2同点です。
球高め、初球フォークボールが少し高めに浮きました。今日は1万8000飛んで飛んで6人のファンが集まった京セラドーム大阪、場内から手拍子。内側厳しいコース、ボール外れてボールカウンター、2ボールナッシングです。なかなかああいったボールが小川さんあると右バッター踏み込んでいきにくいですよね。そうですよね、まあでも基本的にはね、はい、まあ、コントロール自体はね、はい、別に自体もねそんな悪くなかったんですよ、はいはい、ただやっぱりこう1球だけね見てしまってイメージっていうものがついてしまったっていうのもあると思うんですけど、はいはい、でもね結構ねコントロールは良かった方ですよ、はい、うん、3球目打っていく、サード強い打球、藤岡前に落としたんですが一塁送球、ランナーそのままツーアウト、当たりは痛烈だったんですが正面、藤岡もしっかり前で止めて拾って一塁へいいボールを送りました。ちょっとね今バウンドが変わったんでアンツーカーで跳ねましたもんね。跳ねましたね、よく取りましたね。その後落ち着いていました藤岡。まあ、ロッテ側はもう絶対1点上げれない場面ですからね、はい、ただまあこのシリーズ見てましても両チームともこう守りが固いですけどね。いや本当ですね、本当いいプレーがね随分出てますよ ね、はい、ね、さあ今日は2三振の紅林、岩下には合っていませんでした。外いっぱいいいボールなんですが152キロ、初球ボール1球目空振り、曲げてきました。初球まっすぐ、2球目、まあ、カット系のボール、ボールカウントワンボールワンストライク、これはレフトへ切れます。惜しかったですけどね、はい、ちょっとシュート抜けたスライダーですかね、内側に入ってきたんですね、はい、この表情は紅林、まあ、早くヒット欲しいでしょうけどね、ツーアウトランナーは2塁です。外野は前進、ちょっと前に出てますもんね今ね。そうですね、結構出てますね、はい、しかし紅林は追い込まれました。追い込んだ国吉、国吉佐藤のバッテリー、ワンバウンド、さあこれキャッチャー取れません、ランナーは三塁へ、記録はピッチャーのワイルドピッチ、かなり手前でワンバウンドしました。フォークの滑りという ね、これでちょっと、はい、フォークとか投げづらくなった感じはありますけどね、はい、2アウトランナー3塁です。2対2同点、サードランナー T 岡では勝ち越しのランナーです。バッター紅林、
これもアンバウンド。キャッチャーよく止めましたね今の。佐藤が身を挺してボール止めています。7回には同点のタイムリーヒット、佐藤俊也今はよく止めています。フルカウント、サインにうなずいた国吉。外のボール球、最後はバットが出ました。紅林今日3三振です。今のはコースもボールだったんでどうかなと思ったんですが、バットが出ました。ランナー3塁に残塁、国吉が踏ん張っています。ゲームは7回終わっています。ゲームは中盤8回の表に入っていきます。2対2タイスコア。ゲームは終盤に入っています。ピッチャー今日6人目ヒギンスがマウンドに上がっています。2対2同点です。2番センターフィルダー和田光志郎。さあ1点差という状況で7回マリーンズが1点を取って同点に追いつきました。8回ラベロに代わってレフトには小田裕也が入っています。この回はマリーンズは高打順です。先頭バッター2番の和田、今日はツーベースが1本あります。セーフティーバント三塁線ファールボール。そうですね、マリーンズからすれば小川さん、まずこの和田が出ればというね。いやもう本当そうなんですよね、このバッターが出ると出ないとで大きな違いだと思うんですよね、はい、余計にこのバッターにはね全集中ですよ、ね、はい。1球目のチェンジアップです。チェンジアップは見ました。ボールカウント1ボール2ストライク。今日はツーベースが1本です。和田、この後は3回に犠牲フライの中村翔吾。4球目のまっすぐが外れて 2-2 です。この回は2番からの高打順、和田、中村、レアード、岡と続いていきます。絶対出してしたくないですよね、オリックス側としたらね。チェンジアップ、続けてきました、スイングアウト。
その前まっすぐ一つ挟んだんですが、和田にはこのチェンジアップを多投しました。バッテリーです。セカンドベースト中村翔、ワンアウト。バッターは3番の中村。レフトへ打球が上がって、これはどうか、もうこれはスタンドに行った。勝ち越しはマリーンズ。いやー、マリーンズもさあ3対2、完璧なホームランでした。3対2、中村、マリーンズが一旦は逆転されながら同点に追いついて8回勝ち越しています。今ホームイン。いや、これは意地の一発ですね。まっすぐを捉えました。さあこれで1点勝ち越し。いや、僕今ね、はい、あんまりやっぱりホームランは出てないですからねって言おうかなと思ってたら、もう初球に打ってましたね。はい、いや、なんかロッテの意地を見ましたね。ですね。さあゲームをひっくり返しましたマリーンズ。まあ、6回に一旦逆転された後、7回1点、8回1点です。この打球がセンター前ヒット、レアードも出ます。高山コーチが一旦ここはマウンドに向かっていきます。そうですね。この回マウンドに上がったヒギンスが一発を浴びています。この中村の一発、その後レアードがヒット、ワンアウトランナーは一塁です。藤原恭太、8回の表マリーンズの攻撃。昨日は4投手の継投がはまったバファローズではあるんですが、今日はそう簡単にはいきません。ファーストランナー代走藤原が起用されます。いや、マリーンズも小川さん粘りますね。そうです ね、はい、本当にこう長打警戒だったんですけど ね、はい、やっぱりこう甘く入ったストレートを物見事持っていかれましたけど、はい、まだね1点なんでね、はい、ここでねなんとか抑えとけばまだまだ全然大丈夫ですよ。バッターボックス岡、今日最初のバッターボックスです。途中から角中に代わってライトのポジションに入っています。プッシュバントは一塁線、ファールボール。まあ、最低でもランナー進めようという。そうですね、はい、そしてマーティン、この後はマーティンですね、はい、あ、でもね、マーティン回ってランナー二塁であれば、はい、あの申告敬遠で詰めてもいいと思うんですけどね、うん、はい、まあ、はい、ワンアウトランナーは一塁です。ここでチェンジアップは低め。2球で追い込んだバッテリー。その後の三振、チェンジアップを続けました。レオネス・マーティン。さあ、ツーアウト一塁でバッターマーティンというケースです。ここは長打だけ警戒ですよね、はい、まあ、ヒットはしょうがないと思ったからなんですよね、はい、今日のマーティンはヒット1本です。まあ、ライトフライもいい当たりでした。初球まずはインコースのストレートが外れます。
これも内側のまっすぐ、1球2球とボール先行です。この回中村に一発を浴びています。ヒギンス、まあ、1点差ならね、はい、まだまだ全然ね追いつきますからね、はい、まあ、ここは1、まあ、どうなんでしょうかね、まあ、絶対一発だけはっていうところですよ ね、 そうですね。3球目外れてもボール3つです。この後はエチェバリア、3対2マリーンズリードは1点です。ゲームは終盤8回、結局ストレートのフォアボール、ツーアウトランナーは2塁1塁です。まあ、こうベンチもね、はい、このケースっていうのは大体もう想定したと思うんですよね、ツーアウトランナー1塁残ってね、待っててね、だからここですよね、ここをなんとか抑えてほしいですよね、はい。さあエチェバリア、そうですね、これに打たれたら、まあ、多分もう交代になってしまう感じでしょうからね、はい、ここでここ全力ですよね。今日はここまではまだ人は出ていません。初球ワンバウンド、ヒギンスが中村に一発を浴びました。まっすぐを完璧に捉えられました。バットは止まっています。さあここもボール先行です。勝負しときたいところですけどね、はい、アウトコースのチェンジアップ、ここは内張りはバットが出ました。もう真っ直ぐ一本で行きましたけど ね、はい、ね、まっすぐ高めに浮いていますがバットが出ました。選べばボール球です。さあカウント 2-2、 何を持ってきますかバッテリー。ピッチャーゴロ横抜けてショートキャンバスを踏んでスリーアウト。しかしこの回中村翔吾の一発が出ました。マリーンズ8回表、マリーンズこのヒギンスから1点を取って3対2勝ち越しに成功しています。8回の表ワンアウトランナーなしからこの中村の一発、ヒギンスのまっすぐを完璧に捉えました。レフトへの勝ち越しのホームラン。
今日は7回から継投に入った、まあ、今日はまあ3回途中から継投に入ったんですが、まあ、7回からはより勝ちパターンというその継投に入ったんですが、はい、そこで7回8回と失点です。そうですよね。はい、マリーンズがさあここ意地でゲームをひっくり返したというか一つ前に出ました。3対2、佐々木千早がマウンドに上がります。もうこれはもう勝ちパターンですね。いや、そうですね。はい、まあまあこの次、まあ、増田投手ですから、まあ、この2人で取られたらもうしょうがないというところまでは持ってきましたからね。はい、そうですね。さあマスクをかぶるのは加藤です。佐々木と加藤のバッテリー変わってファーストには三木が入っています。さあジョーンズがここは起用されます。バファローズピンチヒッター、このシリーズ初めてのバッターボックス。さあここはこのジョーンズがチャンスメイクできますか。この後は打順は1番に帰ります。バッターボックスのジョーンズ、初球変化球振っていきますがファウルボールです。まあ、マリーンズはダイソーの藤原に代わってファーストにミキが入っています。あと6番の DH マーティンのところにキャッチャーの加藤が入って DH 解消で9番に佐々木が入っています。初球ファウルボール。さあ1点ビハインド、センターへ打球が上がりますが伸びがありません。あ、ちょっと詰まってしまいましたね。和田が落下点です。ワンアウト。初球のスイング良かったんですけどね。ジョーンズは浅いセンターフライです。さあバファローズが日本シリーズ進出に王手をかけて臨んだ今日のゲーム、1点ビハインド。今日このシリーズ進出を決めるためにはあと1点が必要です。ワンアウトランナーはありません。今日ヒット2本の福田周平。でもここからがピッチャー大変ですよね。はい、抑えるのが。初球ストライク。アウトコースにボールを落としてきました。そのボールが外れます。3人目佐々木千早、アウトコース、これも外れてボールカウントは2ボール1ストライクです。勝ちパターンの8回、センターに抜ける。さあ福田3安打、同点のランナー出ます。小さくガッツポーズは福田周平。そして2番の宗佑磨、これは6回の一発のシーンです。お前さん、はい、この逆転ホームランですけれども打ったらフォークです。後ろには増田さんがいましたし、なんとかランナーを進めて塁に置いた状態で回そうと思っていました。はい、ただ最高の結果になってくれてめちゃくちゃ嬉しいですと宗選手コメントを残しています。はい、ただそのホームランの後マリーンズが2点を取って、またマリーンズがリードを取ってという状況で、さあランナー出てダイソー佐野光大が起用されます。同点のランナーです。小川さん、バウローズも勝負かけてきますね。そうですよ ね、 やっぱね、ここはね、イケイケじゃないとね。はい、今日は1番福田が3安打です。
と1点が欲しいバファローズ。さあどうしますかね、ここね。一塁牽制球、中盤ゲームがもつれます。ここも一塁牽制、佐野光大も手から戻ります。まあ、今シーズンはバファローズ、小川さん、この終盤に、まあ、こういった粘ってゲームをね、はい、あの面白くするシーンは何度も何度もありました。そうなんですよね、はい、なんとか同点に、ね、追いつくとか、ね、逆転するだとか、そういった、ね、試合何度もありましたので、ね、はい、だここは、ね、メッセージ性で、ね、やっぱり、ね、ここでもう行くよっていうか、ね、はい、一気に行くよっていうメッセージ性がこもってると思うんですよね、はい、初球まずは福田元低めボールが外れます。やっぱりこう福田選手もね、西は足を遅くはないじゃないですか、はいはい、で福田選手に変えて佐野選手ですから、やっぱこの、ね、ベンチの、ね、強い思いというのはね、選手も伝わっているような気がするんですよね、はい、初球ボール2球目、遠く外れて、さあボール2。5年目の佐々木、バッターは宗優馬。この後はクリーンナップ、まずは3番の吉田が控えます。さらに4番の杉本、そこにこの宗がどうつないでいきますか。今日は高校岩下からフォークボールを捉えてライトへのホームランを放っています宗優馬。牽制球です。相当ここはバッテリーもランナー警戒します。いやそうですよね、はい、まあ、ただやっぱり1、2塁間がやっぱりだいぶ空いてるんで、はいはい、やっぱ引っ張る球っていうのは投げづらいですよね。そうですね、引っ張られたくないですからね、はい、まあ、基本的には、はい、あそこの球になるんでしょうけど、まずは一つ宗もボールを見ました。ボールカウント2ボール1ストライク、まあ、いろんなこと考えれますからね。そうですね、まあ、動いてもいいカウントではあります、代走佐野光大、一塁ベース上です。ワンアウトランナー一塁、1点ビハインドのバファローズは8回の攻撃、打線は上位打線です。4球目、ランナー走って打っていく、エンドランファールボール、やはりこう動いてきましたね。そうですね、はい、だからまあ外中心で来るんだったら動かして、まあ、最悪でもセカンドっていう形ですよね、同点のランナーです。ゲームは中盤の8回の裏、1点ビハインド、
ランナー走って低めのボール振っていきますがファウルボールです。加藤のミットは外にあったボールは ね、決めてきました。この回からマウンドに上がった佐々木千早、マリーンズも勝ちパターンの傾向です。プレートを外して牽制のカーバーだけ、なかなか投げづらそうですよね、はい、1点リード三塁側第3戦バファローズ連勝で迎えたこのクライマックスファイナルステージの第3戦です。守るマリーンズ1点リード。さあ 2-2ランナー走って打ち上げてサードの藤岡ボールを取ってこれで2アウト。いやちょっと今無理やり打ちに行きましたね、はい、宗はサードファールフライ2アウト1塁。外の、ね、外にだいぶ逃げてきた球ですけど、外のシンカー、まあ、多分ある程度頭にあったからでしょうかね、はい、あそこまで手を出してしまいましたね。さあマリーンズも2アウトまで持ってきました。まあでもまだね、はい、3番4番5番ですから。2アウトランナーは1塁です。吉田正尚今日はここまではまだヒットはありません。ここまでは10打数の3安打。ランナー初球走っていく、取り成功。さあ初球から佐野皓大来ました。来ましたね。あリクエストリクエストです。判定はセーフでした。あまりエッジバリアが何にもそのまま何も言わなかったんでタッチしてないのかなと思ったんですけどね。タッチしたようには見えなかったです ね、 ですね。さあこの後ビデオ検証です。リプレイ検証、タイミング的には微妙といえば微妙だったような、はい、ボールがちょうど、ねええ、ランナーの走路に行ってそこで触ってるかどうか、でもそこで足が速いかどうかですよね。エッジバリアも分かんないですよね、はい、確かに今のだから触れたところとっていうところですね。ここで足が速いのかといいます。後ろの左膝に当たっているっていうことね。はいはい、だからエチェバリアはもう位置的に分からないんでしょうね、うん、その微妙な感じかどうかっていうのも、はい、ここで触れているかどうかというところですね。一応、はい、グローブは触れている感じには見えますけどね、はい、どうでしょうか。まあ、加藤も強肩ですからね。そうですね、はい、セーフのままです。判定変わりません。ランナーセカンド、さあこうなると一塁が空きます。吉井コーチがマウンドに向かっていきます。
2アウトランナーは2塁です。まあ、ここは吉田選手を迎えてランナー二塁という場面です。一塁は空いています。ただ次のバッターが4番の杉本です、ね、ここは難しいところですよね。まあ、でも勝負するんじゃないですか。そうですね、どうなんですかね。もしも杉本が言ってますもん ね、監督が出て井口監督出てこないですからね、はい、だからここはもう石角にしてっていう感じですもんね、まあ、あとはカウント次第っていうところもあるかもしれませんけどね、はい、さあ初球ボールです。佐野光大がセカンド、アウトコース、いやライト岡が気持ち前に出ています。でもあの位置で佐野の足をさせるのかどうかっていうところですけどね、はい、渡りの強さにもよるんでしょうけど ね、はい、3球目ここも落としてきますがボール外れてボール3つ、もうここは勝負を避けます。まあ、ボール3になったところで勝負を避けました三塁側井口監督。さあそして4番の杉本、いやでもすごいところに回ってきますね。ツーアウトランナー二塁一塁です。杉本雄太郎、杉本雄太郎、さあここで4番に打順が巡ってきます。ここで打ったらかっこいいっすね。ねえ、めちゃめちゃかっこいいっすよね。さあだからここ長打っていうよりね、はい、昨日の1打席目みたいな軽打っていうんですかね、そういう感じで1点入ればいいわけですから、はい、さあ代走は太田が起用されます。ファーストランナーです。吉田に代わって太田、ランナー二塁一塁ツーアウト8回、さあ一つの奥に山場がやってきました。ツーアウト、初球一塁線ファールボール、いい狙いだと思いますけどね、今のね右方向に持っていきました、はい、だからしっかり状況を見ながらね、同点になれば、はい、それで OK という今打ち方ですよね、まあ、場内からは大きな手拍子、1万8000を超えるファンが集まりました今日の京セラドーム大阪。初球ファールボール、4番杉本ランナー2人置いてバッターボックス、2球目アウトコースライダー、ここは見た、ボールカウント1ボール1ストライク、からマウンドに上がった佐々木千早、ランナーを2人背負っています。さあマリーンズは1点リード、中盤8回、3球目アウトコース、これはストレートが外れます。今も杉本は冷静にボールを見ました。ね、ボールカウント2ボール1ストライク、さあここで緩い変化球、バットが空を切って、さあ 2-2、でもなかなかいいコントロールしますね、今もいいボールでした。ここは緩急差をつけてきました。
やなんかこう一球一球こう息を呑むってこういうことなのかなという感じがしますね。野川さん本当これ短期決戦の醍醐味ですよね。そうですね。さあ続く。右方向外のボール杉本もついていきます。こういう大きな舞台になれば僕の場合はどうしても力が入りすぎてしまうんですという話をする杉本。レギュラーシーズンの対マリーンズ4割3本打って昨日の第2戦の決勝のホームランを放っています。右方向ファールボール、今スライダーが少し高めに浮きました。そうですね。まあでもそれでも徹底して右打ちしていきますね、はい、これも右方向。こうゲーム前の練習を見てましてもほとんどがこのバットをしっかり内側に出して右方向へのバッティング練習、まあ、それが小川さん3割を超えるアベレージにつながったわけですもんね。そうですよね、はい、やっぱりこうシーズン通してね同じことをやり続けるってことも大事なんですよね、はい、佐野が帰れば同点です。2-2。7球目外のボール、バットが回った。杉本三振、スリーアウト。佐々木踏ん張った、2者残塁、スリーアウト。8回バファローズ0点、8回終わって3-2、マリーンズリード1点守って9回の表を迎えます。最後は外の変化球でした。いやすごいなんか勝負ですね。はい、投げ切りましたよね、あのコースに。道中ちょっと甘い球もあったと思うんですけど、はいはい、最後のねこの球ねベストピッチですよ本当に、ね、本当そうですね、はい、ストライクゾーンからボールゾーン、あれはあとは杉本見逃すしかないですよね、はい、そうですよね。杉本三振、さあゲームは9回の表に入っていきます。1点ビハインドのバファローズが9回の表、麻酔がマウンドに上がっています。今日のゲームマリーンズが先制してバファローズが一旦胸のホームランでゲームをひっくり返したんですが、7回は佐藤俊也のタイムリー、同点に追いついたマリーンズ。8回中村翔吾の一発でゲームをひっくり返しています。麻酔がマウンドに上がっています。1点差、1点リードのマリーンズ、9回の表の攻撃を迎えようとしています。先ほど若月に代打ジョーンズが出ましたのでマスクは伏見がかぶります。ダイソーの佐野がそのままセンターに入っています。一つ8回に大きな山がありましたが、そこでマリーンズがよく守って1点リードを守って9回の表の攻撃を迎えます。先頭バッターは8番の藤岡。外れます。この後は佐々木の打順ですから安田が控えています。ネクストバッターサード2球目アウトコース、ストレート。
さあこの増井投手のピッチングもバファローズ非常に重要になってきます。いやそうですよね、はい、ここで追加点はねもう、はい、やっぱりまあ、次の回で同点になった瞬間に決まりですもんね、はい、4球目アウトコース、今のもいいボールでしたけどね、外にコースがわずかに外れましたか。でもボール自体いいボール投げてるような感じしますけどね、はい、スタンドファールボールです。今のもまっすぐでした。ゲームは9回の表、1点リードのマリーンズの攻撃。スリーツー、センターへ打ち返してセンター佐野光大です。ほぼ正面、ワンアウト。バッター佐々木に代わりまして安田。さあ神宮ではヤクルトが2対2引き分けということで日本シリーズ進出決めています。さあ神宮は3試合で終わりました。本当ですね、規定によって、まあ、9回、まあ、ただゲーム、はい、こっちの試合もその可能性もありますからね、はい、バッターオプス安田、初球アウトコースまっすぐ、ここは打順に佐々木千早が入っていましたからピンチヒッターです。内側のカーブが外れます。マウンド上、今日バファローズ7人目のピッチャー増井がマウンドに上がっています。差し込まれてレフトへ、打球伸びを変えています。小田がボールを取って、これで2アウト。これで2アウトランナーありません。9回変わった増井がアウト2つを取っています。9回はこの T 岡田が先頭バッターです。さらには足立、1番の荻野隆、右バッターボックス、初球アウトコース、スライダーがわずかに外れました。2球目、これも際どい球なんですが、3対2マリーンズ1点リード。これはストライク、内側低めいっぱい。今日の増井投手、星田さん、まっすぐも走ってますね。いや、はい、なんかいいバランスで、なんか力の抜け具合もいいんじゃないかなという感じに見えますけどね、はい、ただ荻野、このボールが外れて3ワンです。
ゲームは9回の表マリーンズの攻撃、ツーアウトランナーありません。低めのストレート151キロ振っていきますがファウルボール。マリーンズ今日このまま勝ちますと明日以降もゲームが続きます。このボールがアウトコースわずかに外れました。フォアボール、ツーアウト一塁。一番の荻野が歩きます。ここでブルペンに連絡を取ったのは一塁側高山コーチです。これ中村まで回ったらということでしょうかね、はい。2番の和田、まあ、今日は打順そしてこのメンバーを入れ替えてきました。組み替えてきたのは井口監督。その和田が今日は2番に入ってツーベースが1本あります。一塁へ牽制球です。ツーアウトランナー一塁。このシリーズファイナルは3試合とも接戦です。初球のフォークボール振っていきますがファウルボール。この後は8番に勝ち越しのホームランレフトスタンドに運んだ中村翔吾、今日は2打点です。2球目ワンバウンド、まあ、ロッテとしてはこう3番まで回したいですよね、はい。中村選手はなんとかね、はい、回してねそこで勝負したいっていうのありますよね、はい。ここまで1点リードはマリーンズです。この後3番中村翔吾、2番の和田光志郎、3球目です。フォークボール。さあこれで増井が和田を追い込んでいます。和田は追い込まれました。置いてストレート、バットが出ません。見逃し三振、和田三振でスリーアウト。9回の表マリーンズランナーを出したんですが0点。さあ1点リードでマリーンズ9回の守り、まあ、ここはピッチャー増田の名前をコールしたんでしょう井口監督。さあマリーンズとしましては終盤に追いついて追い越して最後クローザーをマウンドに送っていきます。さあバファローズが今日日本シリーズ進出を決めるためにはここに1点を記さないといけません。逆にマリーンズはここを0点に抑えれば明日以降も明日もゲームが続きます。さあ増田がマウンドに向かっていきます。
がこれ T 岡田からっていうのがなんかいろんなこと考えさせられますよね。あの時の天王山のね、の3戦目ですよね、千葉マリンの、千葉のゲームでした。ツーアウトランナー2人を置いてのホームランでした。だってあの時だって8回裏に取ったんですよね。そうですそうです、ね、はい、で2アウトから繋いでいって T のサヨナラですよ ね、はい、そうでしたね。逆転の、ね、ホームランでしたね、あ逆転のホームランですね、はい、そうすいません、あれチェンジアップですか、シンカーです、シンカーじゃないですかね、はい、変化球だったなというのがあるんですけど、はい、キャッチャーも覚えてます。キャッチャーも多分その時ちょっとあそうですよ ね、 ね、だから多分ね、僕ピッチャーもそうですね、投げる球がね、そうなんですよ、だから思い出しながら投げなきゃいけないのでなるほどね、ただやっぱ期待はできますよね、はい、そういった意味では本当に、ね、基本アウトコースだと思うんで ね、 そうそうですね、あとね、やっぱりボール球を振らないようにというところですよね。さあ今シーズンはこのクライマックスファーストステージは2試合に登板しています増田直哉、38のセーブをマークしました今シーズン、マリーンズの守護神です。増田投手の仕事としてはこの回0点に抑えるというもうそれだけです、もうそれしかないですね、はい、怒られたらもうその時点で終了ですから、はい、さあ9回の裏1点ビハインドバファローズの攻撃、先頭バッターは T 岡田、今日ヒット1本アウトコースいっぱい、これはストライク取りました、これもいっぱいいっぱいのボールです。いやめちゃくちゃギリギリのところですね、はい、まあでもそこ中心になっていくでしょうね、そうでしょうね、はい、今シーズンはマスターからはヒット1本、その1本があのホームランでした。9月30日外のボールバットを出していきますがファールボール、外の速い球でした。2014年のクライマックスシリーズではあの時は2位で進出したんですがファーストステージ3位のファイターズに敗れました。その悔しさも知っています。 T 岡田追い込んだバッテリー、ここはシンカーを落としてきますがワンバウンド、バファローズファンからすればあの9月30日一発、そうです ね、 ね、夢をもう一度という感じではあるんでしょうが、あそこでオリックスが負けてたらマジックが、はい、ロッテにマジックがついた、ね、そうでした ね、 ね、うまく打って拾った、先頭バッター出ました、シンカーをライト前に運んで先頭バッター出た、同点のランナーノーアウト一塁、今のも小川さん難しい球だと思うんですが、はい、前の席に、ね、いいヒット打って、はい、でやっぱりこう目付けとしてはもう外だったと思うんですけど、ね、ただあのシンカーのね、シンカー遅い球、低めの球を、ね、うまくバットに乗せましたよね、はいはい、やっぱりそれでも状態は、ね、やっぱいいと思いますよね、そうですね、はい、さあここは同点のランナーが出て山足が代走に起用されました。さだちがここはバッターボックスを迎える場面で、あこの後は
小田の打席ではあるんですが、頓宮がバットスイング。さあ、私はバントするんでしょうか。バントでしょう。僕はすると思いますよ、はい、ここはバントだと思いますけどね、はい、初球のバントはファウルになっています。まあ、1点取ればというシーンですもんね。まあ、確実にスコアリングポジションには置いておきたいですよね。はい。さあ、バファローズも総力戦。先ほどネクストバッターサークルの頓宮はもう野手では残り1人だけです。ダイソー山足、ノーアウト1塁、初球バントがファウルになっています。バッター足立、ヒッティング、引っ張った、三遊間、上がっていく、二塁一塁、ノーアウト。さあ、足立がヒッティングでつないだ。いや、ここは誰もがバントと思ったシーンで、藤岡も前に出てきて三遊間、上がっていきました。完全に裏かきに行きましたね。そこでしっかり捉えてヒットを放った足立良一。さあ、これで小田はそのまま打席に向かいます。そうですね、はい、そうなればこの小田選手がまたバントというケースも、まあ、十分考えられるというケースになりますが、まあ、確実にっていうバントじゃないかなと思うんですけどね、はい、まあ、初球バントでしょうね、はい、まあ、まずバントでしょうね。またこの9回にも大きな山場。相当プレッシャーかかるでしょうけどね、はい、バントもね。ランナー2塁1塁ですから、もう3塁はフォースプレーになります。もう一度これ内野陣が集まってきましたが、どうしましたか。いろんな動きの確認になるんです。ここで一旦吉井コーチがマウンドに向かっていきます。ノーアウト2塁1塁、先頭 T 岡田がライト前ヒット、足立が初球バントの構えからファウル、2球目引っ張って三遊間割っていってのヒット、ノーアウトランナー2塁1塁です。いや、星野さん、すごいゲームになってきました。なってきましたね、はい、さあ、セカンドランナー山足、ファーストランナー足立、ノーアウト。バッター小田、さあ、しっかり送れるか。はい、さあ、バントの構え、まあ、これバントする方も守る方もプレッシャーのかかる場面です。まあ、こういった場面での小川さん、バントって本当に難しいんでしょ。あの、本当に痺れますね、はい、さあ、バントの構え、小田、初球ヒッティング、抜けていった、抜けていった、抜けていった、さあどうか、山下塁キャバスを蹴ってホームに帰って、日本シリーズヒッティング、小田が決めた。3戦で決めたバファローズ、最後小田がヒッティング、日本シリーズ進出、バファローズ決めました。この時点でゲームが終わった。最後
思った時に前進する三木の横を打球が抜けていきました。いやすごいですね。記録は小田のツーベース。最後の最後に大きなドラマが待っていました。いや星野さん、感じですけどね。ねえ、いやもう 120% バントだと思ってましたから。はい、小川さん、はい、今のヒッティングの切り替え、そうです ね本当にこうやっぱりこう監督がそのサイン出すっていうね、はい、選手が答えるっていうのは勇気ですよね。そうですね、はい、マリーンズの選手たちがスタンドの皆様にご挨拶をいたします。最後の最後にバファローズが追いついて、その瞬間にゲームが終わります。ありがとうございました。2位のマリーンズがここでこのファイナル敗退です。いや、しくも同じような形でセパ両リーグが、いや本当ですよね、ねえ、この3戦目、はい、最後引き分け、ね、引き分け、ね、いやでも見事ですね今最後の攻撃は、はい、いやもう誰もがまず足立選手に対してもバントだと思ったシーンでヒッティングが決まって2塁1塁、そして小田がこのシーンからヒッティング切り替えて打球が1塁の横を抜けていきました。まあ、これね結果打ったのはやっぱすごいですし、はい、やっぱりバントだと思うから球も少しやっぱり弱いになりますよね、でもそこででもなかなか打てっていうのがね、うん、なかなかできない感じですけどね。オリックス球団としては1996年のあの日本一に輝いた、それ以来25年ぶりの日本シリーズ進出、あとバファローズとしましては2001年、大阪近鉄バファローズとしてその後日本シリーズ進出を決めたシーズンもあったんですが、いや昨日もそうだったんですけどね、はい、まあ、ロッテがもう死力を尽くしていくんですけども、その上行きましたよね、はい、オリックスが。で今日も一旦逆転されたマリーンズが、小川さん、はい、7回に佐藤のタイムリーで同点に追いついて、はい、8回は中村のホームランでゲームをまた勝ち越しひっくり返して、はい、という中 で8回はバファローズのチャンス、まあ、そこで佐々木千早が踏ん張ってというゲーム展開で、本当9回も増田がマウンドに上がってさあどうかなというゲームではあったんですかね。そうなんですよ ね、だからね、やっぱり、ね、この粘りですよね、はい、シーズン通してダメかなと思った時にね、うんうん、しっかりこうね全員でつないでね、はい、最後決め切れるというか、その強さですよね、はい、本当に素晴らしい野球ですよね。そうですね、はい、まさにこの執念、今日投げる方もピッチャーはもうブルペンもほぼ総動員という形で投げてきました。その中で打つ方でも最後野手残ったのは頓宮だけという中で、最後は小田が決めました。さあ日本シリーズ進出を決めました中嶋監督のインタビューです。放送席、そして会場の皆さん、クライマックスシリーズファイナルステージを制しましたオリックスバファローズ中嶋聡監督です。劇的な幕切れでした。今の気持ち聞かせてください。しのわたです。最終回 T 岡田選手のヒット、その後足立選手そして小田選手強行で素晴らしい結果に結びつけました。振り返っていかがですか。
選手を信じてつながることを頭に入れながら最高の結果になりましてよかったです。最後はバント迷いはなく強行だったんでしょうか。まあ、もちろんバントの頭もありましたけれども、まあ、向こうの守備もありますし、いろいろ考えながら行きました。最後は小田選手が決めてくれました。今年は本当にいろんな選手がですね、活躍をしています。これについてはいかがですか。いや、もう皆さんが持ってる全員で勝つというタオルのごとく、ありがとうございます。それができてよかったです。ピッチャー陣も3戦で失点は今日の3だけと素晴らしい活躍がありました。振り返っていかがですか。もう一回お願いします。ピッチャー陣も今日の失点3だけという結果になりました。素晴らしい活躍がありました。振り返っていかがですか。そうですね、まあ、短期決戦ということですので、あまりこう後に響かないようにいこうと思いまして、つなぎでいくとは思ってました。はい。改めて今年のチームの強さ、どんなところに感じていらっしゃいますか。そうですね、本当に最後の今日の最後みたいに絶対に諦めないという形がすごくできてたと思います。リーグ優勝の時は試合がなくてこういったインタビューもありませんでした。ファンの皆さんに声を届けられるというのが監督にとってどうですか。いや、あまり得意じゃないんで、でもそうですね、優勝しました。そして日本シリーズも決めました。あとはもうその先まで行きたいです。今お話がありました、中嶋監督が25年前に日本一を経験した時以来の日本シリーズということになります。対戦相手ヤクルトになりました。どんな戦いをしていきますか。そうですね、負けてますので、何とかやり返したいと思います。では最後にファンの皆さんに日本シリーズへの思い、メッセージをお願いします。はい、頑張っていきます。スタートがここですので、まずここで勝って帰ってこれないようにしたいですけど、まあ神戸で決めたい気持ちもありますので、なんとか全員でやってきます。おめでとうございました。オリックスバファローズ中嶋聡監督でした。日本シリーズ進出を決めました中嶋監督のインタビューでした。星野さんはどんな風にお聞きになりました。いや、はい、中嶋監督らしい、受け答えだったなっていう。そうですね、はい、まあ、そんなに多くはね、こう語る感じじゃないんですけども、はい、言いたいことはしっかりファンの方に伝えたのかなという感じしますね。はい、はい、小川さんいかがでしょうか。そうですね、はい、やっぱりこう言葉の中にですね、はい、まあ、今年の、ね、戦い方だとか、うん、選手の思いだとか、そういった意味で本当にね、非常に込められてたかなと思いますね。はい、で、
本当95年に、ね、ヤクルトさんとやって、ね、ちょっと悔しい思いしたんで、多分そのことだと思うんですよね。そうですね、はい、だからそういった意味では、ね、ぜひとも、ね、日本一になってもらいたいなと思いますね。確かに95年はあの震災の年、オリックスが優勝、リーグ優勝を決めて、はい、あの時は、ね、神戸でスタートしたんですが、はい、結局神戸に帰ることできずに神宮で、ね、4敗目を喫してという、ね、そうなんですよ、あの日本シリーズもありましたし、はい、あと近鉄が2001年に日本シリーズ進出した時も、あの時のバファローズも実はスワローズに負けてるんですよね。そうですね、はい、まあ、ですから因縁のある、ね、相手ということになりましたね。そうですね、はい、はい、さて今日のゲームを振り返ってまいりましょう。さあこれ3回からいきます。山崎総一郎、ランナー置いて和田がレフトへ、これがツーベースチャンスで広がります。ランナー二塁三塁ワンアウト、ここで中村翔吾打ち上げてレフトへ、これが犠牲フライです。荻野ホームに帰って1点先制のマリーンズ。まあ、その後チャンスも広がってツーアウトランナー二塁一塁という場面で、バッター角中、ピッチャー代わって富山がマウンドに上がります。まあ、ここよく1点でしのぎましたね。はい、ここも角中の打球をショートの紅林の好プレーがありました。これは小川さん、いいプレーでしたね。そしてこれは岩下のピッチング、4回ランナー置いて木岡田、ここは本田さん、フォークボールでした。そうですね、はい、まあ、コントロール良かったですよね、ね、そのチャンスを生かせません。さあ6回です、ワンアウトの後福田がさあ塁に出ます。福田に当たりが戻ってきましたね。ね、はい、そしてランナー一塁に置いて宗佑磨、フォークボールを捉えてライトへ、これが逆転のツーランホームラン。ここでバファローズがゲームをひっくり返します。とうとう岩下のフォークボールを捉えました。まだしかし今日のゲームはこのまますんなりとはいきません。7回ランナー一塁でピッチャー吉田亮、エチェバリアの打球はレフトの後方、この辺りでファーストランナーマーティンがタッチアップ。走塁が素晴らしかったですね、好走塁、これが生きてくるんです。その後ツーアウトランナー二塁で代打佐藤俊也が、これは難しいボールをセンター前、ね、はい、いや、よくヒットにしましたよ、ね、はい、これで同点2対2、マリーンズが追いついて、まあ、ここは好走塁もありました、佐藤のうまいヒットもありました。8回です、ワンアウトの後ディギンスから中村翔吾、この一撃レフトへ、これが勝ち越しのホームラン3対2。ディギンスのストレートを捉えました。この辺はマリーンズ意地を感じました ね、 ね。そして9回です、増田がマウンドに上がって先頭バッター T 岡田、低めのシンカーをうまく拾ってライト前、同点のランナーが出ます。そう、山足が起用されて足立がヒッティング、三遊間割ってランナー二塁一塁のアウト。さあそして小田がバントの構えからヒッティング切り替えて打球が一塁線抜けていって、山足がホームに帰ってきてゲームが決まります。この時点で規定によって引き分け、バファローズの日本シリーズ進出が決まった瞬間でした。最後小田が決めました。3対3、9回規定によってバファローズ日本シリーズ進出を決めたゲームでした。
さあオリックスバファローズ勝ちまして、オリックスの球団の系譜でいうと25年ぶり13回目の日本シリーズ進出を決めたゲームをお伝えしてまいりました。この試合の解説は星野伸之さんと小川博文さんでした。どうもお二方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。両チームのベンチ情報担当は中島玄也アナウンサー、実況担当大前和樹でお伝えしてまいりました。さあ次は日本シリーズです。